そう。誰ぐらいなっちゃう。配信で分かんなかったね。ナナさん、食べて食べて。ズルナコ食べたもん？はい。もう食べないの？ズルナコ。いっぱい食べました。あ、ごめん、さっき3個食べた。なんでここに置くの？はい。まだまだ全然できない。本当？はい。まだまだ食べれます？全然できません。あ、わさびはちょっと、やめてほしいんだ。そうそうそう。マヨネーズない？なんでそこ目の前マヨスペシャルなの？マヨスペシャル、いいの？うん、そんなマヨスペ握ってくれる。マヨが握ってくれる。あ、豪華、ありがとうございます。いただきます。食レポうまい。いや、なんかない全然。ひとんださんでご飯食うてるイメージないよね。そうね、全く。いや、食べてた。でも、食べないな。いや僕ら食ったっすよ。僕らめっちゃ食ったんですよ。食べないとなんかね、あれじゃない、ちょっとな食うタイミングが違いすぎて。醤油は、あっ、あっ、あっ、醤油ない、こっちに。醤油あらへんか。醤油どっかに置いてんじゃない。あれやろ。ああ、こうで、うん、おいしい。おいしい。うん、はい、どうぞ。あ、いいの。あ、どうぞ。ん？赤身？赤身なんだ。ちょっと待って、この葉肉なんだ？かわいい。この葉肉やばい。あれなんて見えないな。食べたのみんなね。食べた食べた。いっぱい？いっぱい食べた。ほんと？ルナさん、ラーメンもありますから。ティッシュある？ティッシュ？あ、トイレットペーパーですね、うち。あ、そんなのがあるの？あ、どうぞ。あ、すみません。昔からトイレットペーパーなんですか？うん？ティッシュは使わない。ガラスないんだけど、ティッシュペーパーがいいですよね。この子でしょ？はい、それも、なんか面白いと思ってる。思ってないよ。配信的に。そう、配信的に。違うよ。コメント稼ぎしてるの。なるほど。なるほど、なるほど。サトリアとペーパーのコメントがあるでしょ。いいよ、もう、あーちゃん、もういいよ、大丈夫。そういうのも俺が教えちゃったの。気づかないで。いや、教えてもらってないよ、別に。なんか教え込んだんだ。仕込み入ってる、仕込みがな。入ってません、入ってません。基礎は。基礎教えられたんだ。じゃあ、カシン君、納豆かな。マユ納豆大好きやな。いや、そう思ったらでもゼロワン君は揚げチンだよね。ゼロワンは揚げチンというかリスナーつきやすいでしょ。じゃなくてみんなそうじゃない。絡んだ女の人みんな伸びてんじゃん。ないですけどね。え、伸びてるのマユちゃんぐらいじゃん。え、そう？マユちゃん以外誰いるだって。もらっていいの？あ、どうぞどうぞ。他誰がいた？誰かいる。伸びてる。なあ、言ってくる。これこれダメダメ。ここで。でもユーマルとかもそうだね。クルちゃんもそうじゃない。五人とかだったからね、ユーマル。知られてなかったからね。ユーマル有名だな、今。クルちゃんだよな。ゼロワンさんはだってジャニーさんですもんね。何ジャニー？クワッチ界のジャニーさんですよ。俺がなんか事務所にそう。いや違う違う違う。ステレオ役に経営してるみたいな。違う違う違う、ジャニーさんじゃないですか。なんで？だってもう、売名をさせてあげる。全然違うだろ。違うんですよ。僕は勝手に僕はジャニーさんだと思ってますよ。ジャニーさんは、またするからね。若い男のチンチン大好きなんだよ。あ、はい。全然違うよ。まあ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 大好きですよね。何ジャニーさんって。それがおかしいよ。見てるだろ、マリンも。なんかさ、売れない漫才師みたいな会話やな。いや、今、いや、あのね、だってそう、ここぶち込んだ方がいいかなと思って。え、ワンナードに入りたいの？もう、ゼロワンさんの本気が興味がありますよね。入るわけないじゃん。意味ないじゃん。ね、ちょっと待って、ペイちゃん、送りてって。あ、お皿がもうない。ヒロナさんとかね、ぜひ入ってほしい。ね、どんどん食べたことない。実績がね、やっぱある人は。ケーキ食べる人。ゼロワンって何時なの？何時受けなの？ゼロワンの事務所って何時受け？2時2時か。うん、でも
1時から5%しか引かれてないから、うんうんうん、ほとんど変わんないけどね。多分2時で一番条件、うん、その2時の事務所の中では入ると全然違うもんね、収入もね、うんうん、配信の世界はそんなんでない、1時会社とか2時会社かな、下請けがあるらしい、うん、1時は厳しいからね、審査が上場企業とかになった。へー、あなたも、ね、うん、入るの、うん、ゼロワンからダメって言われた。あら、どうしたんや。やっぱり裏社会とのつながりがやっぱありますんで。ちょっと待って、ちょっと待って、おい、ペートのこと言うなってお前。あ、違った、うん、ちょっと待てって。え、なに、中村の方なの。違うよ、ないよ、ない。反射系、反射じゃない。まあでも、なんだっけ、マルコだっけ。じゃあ、マルコさん、なんだっけ、なんか、仲いいでしょ。まあ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 、うん、そういうのちょっとなんか危ない、なんか揉めたら嫌でしょ、炎上系が、うん、で結局マルコって初め仲良くなるけど結局みんなと揉めるじゃん最後は、うん、だから中村くんもちょっと怖いんだよ、中村くん好きだけどね、うんうんうん、だから中村くんの裏ってことですか。もうその裏の人脈っていうか、うん、やってることとかも分かんないんで、お仕事が、あ、ありがとう。で信じてないけど、そういうなんか話も聞くからさ、うん、うん、まあやっぱイメージ大事なんだよ、事務所。会社はな、うん、そうね、うん、ちょっとしてイメージいっぱいだったり、うん、待って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 、全然まだ食ってないやん。あれ、カシンコはなんで食後にしようよ。もうちょっとあの手巻き寿司とかラーメンとか、違う違う、私大丈夫よ、もうちょっとあの振る舞ってから。違う違う違う、まだまだ、なんで前もうなんかあの違う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 、ケーキ食っておしまいみたいな流れ作るの。違う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 、じゃあ私もらおうかな。わかんないんだよ、気にしないで。ラーメンも食べたいとおっしゃってたよ。じゃあ、うん、ラーメンいいよ、いいよ、お願いします。先に食べてからケーキ。いいかな、いいかな、いいかな、いいかな。食べるか、しんくんも。あ、食べます。食べる、はい。あ、じゃあ何がいいの、サーモン。あ、もう何でもいきます。だから、はい、ね、はい、気使わせるから自分でやって食べな。あ、本当ですか。いや、なんかもう、このメンバーでね、僕だけ一番雑魚なんで。だから、気使って食べないと、はい、気使わしちゃってるけど、ね。あ、やめて、やめて。そんなことない、そんなことない。本当ですか。何やつがいいの、醤油、はい、本当に元マネージャー、いや、そうですよ、作って食べますかとかってやってあげないと。そうですね、そうそうそう、あと 20% 結構量多いね、これ食べるの。あ、食べます、食べますって、やれって言ってやれってね、聞いてるか、人の話。聞いて、聞いてますよ、自分でやって大丈夫です、大丈夫です、使わせるから、食べて、これの話を聞いて、食べて、ナイスツコミね。大丈夫、大丈夫、大丈夫、いやいや、もうね、このメンバーでね、やばすかね、言った話だっていうのは、ね、厳しい、ここにもう置いてもらえないなとか、はい、取りづらいかな、あ、じゃあ、もうこうじゃん、あ、じゃあ、うん、ね、このこうじゃんね、はい、ケーキうまいね、これ美味しい、ガトーショコラよ、うん、うん、どこのケーキなの。これね、このスーパー、駅前のなんかケーキ屋さん、あったんだ、おいしい、うん、醤油を入れないと、あ、美味しいだ、醤油、そうだそうだそうだ、うん、横から入れない、この上から入れないと、え、横からやったら、まあ、縦から出るの、食べちゃうからね、食べちゃうからね、今日めっちゃ突っ込むやん、ゼロワン、いや、もう最高っすよ、もうめっちゃ突っ込むやん、これもう英才教育ですよ、これ、うん、はい、わざとボケてないですから、普通ですからね、これね、優しい、ゼロワンさん、てかみんな優しいよ、もう中村さん、でも広間さんには僕許してもらいました、中村さん、あれ、ちょっと違う、何してされてるやん、もうダメだ、ダメだ、ダメだ、同じチームじゃないの、もう解散です、ハモン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 されたの、ハモン、え、喋らないみたい、ほぼないもん、え、ほぼないもん、
ハモン？ハモンってやつ。面白くないの？パチンコみたいな。はい、昨日一緒に行ったよね、タカス。そうか。お前も、まあ、来るなって言われて。来るなって言われて。もう、お前はダメなって言われて。ダメ。もう。ダメダメダメ。来週も勝つわ。来週勝つわ。うん、そうそうそう、うん、中村君と今ちょっと気がバチバチやから今なかなか怒ったってる、うん、そうあらだからさっきから一言も喋ってないもん。何喋ったの？何があったの？さっぱりしちゃったんだよね。うん、さっぱりって何？あの、なんて、あの、なんか、あの、3人が被害取るだけみたいな感じで。あ、中村君それよりも、そんなことよりもね、天然さんのこと裏切ってるんだから、まじ嫌い。こっちか、何を裏切ったの？俺のことはまあどうでもいいんだけど、天然さんのこと裏切ってる時点でもう二度と関わりたい。裏切ったの？まあ、天然にも、まあ、でもまあ、謝罪しなかったですからね。ピッチャーのお茶。あ、すいません。お茶ある。お茶ある？うん、なんもない。で、裏切っちゃったの？はい。ただ、うん、警察に訴えるしたの？被害届出すって言ってやったんですけど、うん、ただ実際に出さないっていう。出さないの？はい。あ、でも、それはもう、ね、出すって言ったら、これはね、不信感出ちゃうよね。ああ、そうですね、まあ、うん、そうなると関わりたくないって言われたんでね。うん、あ、そう、はい、うん、今日はなんでずっと外にいたの？アンディさん。やっぱり、いや、ここで帰ったらなんかちょっとなんか自分的にもなんか嫌だったんで。初め、一番前に一緒に来たの？あの、いや、途中からですね、途中から来て、はい、みんなに帰れって言われて、はい、で外でずっと待ってました。怖いなぁ。舐めないです、ストーキング能力。あ、すごいよ。いたもん。水着配信、全部画面録画。公園にいた。で、俺が呼ばなかったら、ずっと待ってるね、今。待ってるよ。ずっと待ってて、はい、じゃあみんな解散しました。はい。その後はどうなるの？その後も帰ります。すごいですね。見届けて、一回はピンポンを押す。ごめんね、なんか全部押さない。押さない。はい、そのまま全部動かして。そんな熊ある、食べる。まあ、そこにあるけど。昔もご飯全部食べてたんだ。あ、そうですね。このもんには、これ。このままいけるとかね、これ。このまま。あ、それはそれでいいのか。このままいけるしか、なんか。なんかかける。まかんねえな。海鮮丼。海鮮丼ね、今のこれでね。そうしたか？海鮮丼。もうこれでね。うん。早くやな。うん。待って、じゃあ、ね。サーモンいいサーモンだね。なんかどこから取ってきた？美味しい。こうやってもらったどこから取ってきた？まえちゃん、北海道まで行ったらサーモン取ってきたんでしょ？これ？うん。あの、これは普通にスーパーの。うっそー。こんな美味しいの？あ、でも入れてよ。ダメだ。マグロは？あ、いけないです。うん、サーモンもらうじゃん。サーモン本当美味しい。本当？美味しい。これサーモン美味しいな。ありがとう。ありがとう。美味しい。前ラーメン作れる。うん、旦那さん、ラーメン食べる？あ、ラーメン、いいんですか？いただいても。パシンコ、ラーメン食べる？あ、食べます。そしたら、落ち着けるよ、まゆ。うん、今、ラーメン作ろうかなと思ったけど、わからん、作り勝手が。なんか、出汁がいっぱいあった。だから、アサリの出汁と、普通のつゆの出汁と、麺茹でるやつと、わけが合うかな。どうやればいいか。なんか2人いい感じね。うん、2人いい感じね。ラーメンの具少なめ。あ、少なめで。カシン君は？おめで。ひーちゃんに少なめって言ったら少なめしか言えないけど、ひーちゃんはその波食べるから作ってあげて。全然大丈夫。ひーちゃんは食べれる、うんうん、食べるんだけどね。うん、でしょ、うん、ね、だから、うん、でも、ね、普通に人波作れるから。いやね、うん、で、カシンは少なめ。うん、聞かなくても分かるじゃん。うん、カシン、コメって結構食べるの？食べるの？大食いなの？あの、本気出すのが結構食べる。カシンいっぱい食べそうだよね。本気出す必要ないから。意外と食べるんだよ、カシンって。本気出すのが結構。あれやりたかったんだから、ワンコソロってやつじゃないですか。うん、あれやりたかったなと思ったら。それじゃあ、前と企画行ってきたら。
え、ゼロワン食いてよかったわね。ゼロワン食いてよかったわね。なんですごくな、気につなってんね。まえちゃんの裏情報めっちゃ聞けた。そうなの、うん、どういうこと。過去の話。うん、これ面白いね。ね、はじめはね、配信は私やらないって言ってたけどね。今ではすごい、はじめはね、どっぷりやどっぷり。ただふわっちの女のナンバーワンだからね。やっぱリスナーさんがまえちゃんに配信やらせたらって声がでかかった。ああ、まえがやりたいやりたいっていうよりはリスナーがまえちゃん配信やろうやろうっていう感じで一番初め、じゃあやってみたらっていう、それが一番スタートだから。うん、まえちゃんってでも配信する前何してたの。ニートですね。ニートなの。マユは例えば1年キャバクラとかラウンジでやって、うん、貯金して、うん、で1年2年休むっていう。へー、そういう子なんですよ、うん、いいじゃん。だから短期的に頑張ってお金貯めて、結構覚えてるね。あとはもうでもなんか一回ふわっちもそんな感じだったよね。お金貯め込んだのやめるみたいな。いや、あの時は病んでたから。あんとかあんと多かったっけ。いや、病んでるっていうか、うん、まあ男関係で病むんで、休んでる時はもうたくまたくまってやってるんですよ。いや私休んでないから。たくまの前は多分誰かで、私、うん、去年の2月からもう休んでないんだよ、マジで。だから最近休まなくなったってだけで、もう1年以上休んでないんだよ。不安定だったよね、本当に、うん、変わったから。私ひどまさんって休みます。あんま休まないですね。今までで最高、うん、連続で何日休みました。2日。2日、うん、なんすごいな。すごくない。え、タコもじゃん。いや、俺は休まなくない。タコだって1日ぐらい休むよ。あ、ダメよ。どうなった。配信歴どれぐらいですか。10年ぐらいになりますね、配信歴。私も8年8年、うん、で、連続で休んだ2日だけ。2日ぐらいかな。2日はないかな。すごいね、これ。ゼロワン君も休まないでしょ。いや僕でもたまに1週間とか休む。基本休まないですけど。あ、市長さんから LINE したんでって書いてある。どこに。あのコメントに、今市長さんから。え、まゆちゃん。はい、今コメントに市長さんがいます。はい、ゼロワン君とかすごいでしょ、TikTok 今も。いや、そうでもないですけど。あ、市長さん、了解です。まあ、主任はまあ倍ぐらいになる。すごいなったんだ。今 TikTok すごいね。TikTok すごいね。今見た方がいいのかな。こっちなんだよね、携帯の。何か。中村君は何でしょうね、TikTok。してたよ、ちょっとだけ。ダメ、やっぱ合わない、水が。合わないね。なんか楽しくない。中村君なんで水合わないんだろうね、TikTok ね。なんかすごい TikTok やりたい、やりたいって言うのかな。うん。普通に喋れるから、うん、できると思うけどね、ね、その気になれば。やったんだよ、TikTok。あの流れで、いや、あの流れでね、アッチ系の人と絡んで、うん、やれば、数字伸びですよね。アッチ系って何ですか。あの、しきちゃん。あー、しきちゃん系。めっちゃしきちゃんとその時絡んでたからさ。うんうんうん、まあ、でもギフトがむずいよね。ギフトすごかったよ。中村君飛んだもん。なんか知らん人からめっちゃ飛んでた。いくら稼げたの。1日8000円くらい。まゆ、LINE 見れる。だって今じゃちょっと爆グラするね。なんだろう。かやくさん復活してよかったね、うん、TikTok でね、うん、へっ、うん、何もらったの。あとですね、はい、市長さんからプレゼントをもらいました、はい、何いいんですか、市長さん。何が。ただ、あのご出産おめでとうございますって。どういうこと。ご祝儀。ご出産おめでとうございますって来てました。で、なんとですね、水族館のペアチケット。え、やら誰と。わかんない。市長さん、ありがとう。誰と行くの。市長さん、誰と。誰と。ゼロワンさんっすよね。ゼロワンと。そういうこと。そういうことですよね、多分ゼロワンさんと。ああ、そういうことか。そういう人ですよね、確か。うまくないですか。
あ、機長さんが私とのペアチケットってこと？そういうこと？そういうこと？デート誘ってる？デート誘ってるってこと？それ粋なプレゼントじゃない？どういうこと？コラボってこと？水族館で？機長さんありがとう。ありがとうございます。ありがとうございます。機長さんは一応 TikTok 後ろの事務所エースですから。へえ。機長君向こうでもエースなの？向こうでも強い。どこでもエースだね。うん、やる人はどこでもやるのよね。ありがとう。エアチケットだって。どうしよう、誰と行けばいいんだそれ。だから機長さんが一緒に行こうってやつよ。あ、そういうこと。うん。粋なプレゼントやね。そうさ。ここはね、もうだって。ちっと見てくれるな。一番のザコがやっぱゼロワンさんにやっぱ行かないと。もう行くんだ。いやなんかゼロワンか、ゼロワンさんといえばおふわっていうのはやっぱあの喧嘩系じゃないですか。いつの話？あ、いやそうじゃないですかって。喧嘩なんかしてないわずっと。いや見ましたもん。いつだよ。いやもう。あのツイキャスの時もですよ。普通の時代のことだよね。もうあの新進古いよね。もう新進やちょっとね、バーンバシバシ。3年前やない。いやもう。いやこれ TikTok できないですもんね。だってもうできないですよ。バンなる。ですよね。あの誕生日ムービーすごかったね。ゼロワンこのやつのあれ。見たけど。ありがとうございます。ねえあれ。ラファエルコンとの夏の終わりの。はい。ロファエル、コラファエルさんがゼロワンのこと見てるんで、うん、へぇー、すごいねー。この前動画にね、載って言ってたよね、ゼロワンさん見てる。でも YouTuber って今 TikTok してるもんね。してるし精力的に芸能人もやってるからね。ユニバ3発いただきます。すごい24万だ。24万だで、金梅さんの動画がやっぱ一番感動したって言ってますね。あ、何かあったら全力で助けないと、うん、ダメやな。天然さんはやっぱ来てこっち来て、こっち来いって言うよ。いや、そうですね。中村君と高志がマジで映ってくれない。いや、俺ここすれば、うん、そうですね。散々映ったんだよ、俺ら。そうですね。来た、ラーメンが。あら、売り切れた。すいません、ラーメン売り切れ。売り切れた、カシン君が。はい、こっちもう定年さんかな、話をちょっと。だからね、これ、家臣ずっと言われるから、きついよ、家臣の立場になったら。いや。俺なら、ブチ切れて、これラーメンひっくり返して帰るけど。こんだけコメントで言われたら、ラーメンブチ返して、俺は帰る。絶対やらないでしょ、ゼロは。絶対やらないでしょ。いや、こんだけ言われたらね、いらないとか。さすがに俺なら帰るけど。うん。まあね、俺なの。カシンくんね。まあ、自業自得もあるんだろうけど、そうですね、もう優しく。私、ハイコスどこやったっけな。美味しい。美味しい。美味しいよね。美味しい。これ何？カシン、大丈夫。ハマグリの出汁で。美味しい美味しい。食べました。食べた。うっさいな。そう。天然さんと天然さんでいいじゃないですか。これ私ね。白が。俺の。違う、私のだよ。もちゃんだろ。私の一緒だわ、最近のやつだね。そう限定のブラシね。カシン君伸びちゃうから食べて。あ、いいね。あざすグリラベ行くの？グリラベか。あ、なんか機長さんとダメよ。あ、バルありがとう。機長君出てくの？だってどういうことなんですか？その後に機長さんがコメントしないってことはそういうことだよ。知ってる。うん、そうだ。行こうってことだよね。でもご出産おめでとうございますって。ご出産おめでとうございます。あれ多分あれじゃない、 LINE の設定じゃない。あ、間違えたのかな。ね、スタンプでね。あ、分かる分かる。間違えちゃったカードね。間違えるのカードね。分かる。機長さんのツイッター見たら機長キッチンしかそんな見せるんだけどな。機長さんの X
ラインちゃんと見て。機長君来ると思ったの。いや、ライン見たよ、だから。エックス見て。ふく。マジでうまいこれ。ラーメン。よかった。どうよ。こんな家で食えるってやばいよ。本当？よかった。普通にうまい。このラーメン美味しいね。美味しい。手作りでしょ。嬉しい。やっぱり出汁から作ったんでしょ。そうだよ。お料理できる女性っていいね。ええ、やっぱりね。お料理さん、料理できると一緒に作れるからいいよ。パンダも作るの？うん、一緒に作りたい俺。あ、すいません。ご出産おめでとうございます。うん、あ、アイシャドウイブサンローランの。あらー。わあ。水族館なんだったの？いや、待って待って、まだあって。またくれるの？次の男芸に使ってください。あ、そうなんだ。あ、水族館のペアギフト。でも機長さん、うん、私リスナーさんに水族館のペアギフトをもらったことあって、うん、あの男芸に使おうかなって思ったら配信できないんですよ、うん、配信外で。あれはリアルバッティプライベートじゃない。機長さんありがとう。これ友達と行ってこようかな。じゃあ誰やねん。稽古、稽古、うん、あ、うん、稽古ちゃんっていうの。稽古って友達。あ、一般の。で、それが、稽古は存在しないんじゃないかって言われてるけど、それも会ったことはあるもんね。ある。あ、プライベートで。あります。ほんまに稽古じゃないな。稽古は存在するよね。だから、稽古ちゃんのキャバクラに一緒に行ったことがある。あ、そうね。どんな感じなの？おばあちゃんじゃないの？違うよ。で、ちょっと稽古ちゃんに興味持っちゃって、稽古ちゃんの言葉が聞いてたら怒られた。あ、そうなの。うん。結構可愛いからね。あ、けいこちゃん可愛いの？うん、前と同いです。へー、めっちゃ可愛い。え、今もキャバクラやってはるの？今はもうどんな顔か見てみたいの。眉が綺麗系だったら、うん、けいこちゃん可愛い系。へー、あ、可愛いんだ。うん、誰に似てるの？重森さとみ。どうぞ。モーニング娘。どんだけで。あれ、モーニング娘じゃないでしょ。え、重森さとみ。あれ、モーニング娘じゃない。あれ、AV 女優でしょ。あ、ゼロワンからお誕生日おめでとうございます。パンツくん。ありがとう。それ、道重でしょ。ありがとうございます。重森里美ってどんな顔してるの？重森里美はあれ元なんかおったよね、アイドルで。へぇ、めっちゃ出てなかったっけ重森里美で。え、 AKB でしたっけ。ありがとうございます。ありがとう。あ、へぇ、かわいいんだ。皆さん、ダイスもお願いします。よかったらみんな、あの拍手マークを押してあげて、右下の右下の押すとね、オレンジ色に変わるから見直してあげて。お願いします。お願いします。あ、ろうそく40本ありがとう。ナイス欲しいよね。ありがとうございます。1000ぐらいね。ババババっていや、もう1600最高記録ですよ、今月の。そうなんや。和道さんが1500だった。和道さん、和道さんところの。ああ、和道さん家での。最近すごいね、まゆちゃんがあちこちコラボするからね。マドさん、ミサママとかも。すごい、ね、活動的になってるよ。ミサママ終わったら水着な。え、また水着配信したの。水着しました。4000人だし。4000人。すごい、水着で。で、何ナイスで見せるみたいな。そう、1000ナイスで。もう色気がすごかったらしい。色気がすごい。まゆちゃんすごいね。で、そのスタイルの維持はしてるんですか？撮ってないんですか？まあ、撮っちゃうみたいな話にね。いや、整えてますよ。整えてる。遅いよね、まやちゃんね。遅い。いや、俺と付き合った時、ほんとガリッガリだったから。あれはもうヤンデだからね。うん、ヤンデだ。あばら見えてた。あ、そうなんだ。ゼロワンもガリガリでしょ。もっと痩せろとか言って。うっそー。35キロとかまで行ったのに、もっと痩せろって。やばくなる、骸骨じゃない。そうだよ。ねえ、ちょっと。そうだよ。病気じゃないの、それ。ゼロワン痩せてる方が好きなんだ。いや、その時ハマっててガリ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 で、あともう腹筋が出たりとか、あばらでしょ、もうあばらとか。そういうのがよくツイッターに流れて、ユリニアとか、そんな風になってほしかったから。ユリニアのあれはだって筋肉じゃん、全部。うん、だから筋トレしようって言ってた。ああ、そうなんだ。うん、ゼロワンも太ってるね。僕太りました。すごい腹出てるもんだって今。20キロぐらい。やっぱり100キロあるんで、
うそでも身長あるからね、やっぱだな、100キロに見えないな。まあ、でも付けた時が100キロあったから。あ、本当？その時のままだから変わらないかな。太ったとかも変わんないかな。100キロが上に乗られるとどうなん、重い100キロ正常だよ、ね、100キロのそれはどうなんでも想像したら分かるけど、まあ下半身の膝がついてる以上下半身の体重は乗っからないから、まあ、実質50キロぐらいじゃない負荷は。重くね、でも50キロでもね、うん、当時35キロやな、うん、何でも10キロ以上やな、ね、50で、ね、結構ゼロワンクで噛むの、ね、あ、結構噛み癖があるって自分で言ってるよね。そうだった、うん、言ってる言ってる、噛まれてた、思いっきり噛むのが好きみたいなこと言ってたよ。髪の毛引っ張るとかさ、そう、髪の毛引っ張ったり、うん、首絞めすの、首絞めたり、そうだ、首絞めたり、え、それキャラなの、ゼロワン、それキャラなの、ゼロワンで、そうで、クルちゃんが噛まれたって。クルちゃんが噛まれた、え、でも自分でも言ってるよ、リーベ癖、僕はやってる時噛まないけどね、首を絞めるの好きなんで。いや、髪の毛を引っ張られた、うそ、あらだから毎回髪の毛がすごい抜けるの。うそゼロワンすごい、でも社長わかる、ファン、わかる、わかる、カシッコンわかるの、なんかカシッコンわかんの、あのバシバシしながら髪の毛バンって引っ張って強くやるの、ガッ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 。いや、カシン君もう1年以上やってないんでしょ、そもそも。お前しかも1年前風俗でしょ。いや、カシン君ない、お前カシン君は、いや、僕も髪の毛引っ張りますよ。やったー、それ、それを抜いたやつを今度あの見せる、妄想、気持ち悪いわ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 、お前引き抜いてるわ、違う違う、抜きますよ、ガーンってやって。なんで髪引っ張って見せるんだろうね。え、髪引っ張ったら相手に見せるの。え、抜けるんですよ、こんだけ抜けたよって。そう、あ、やだー、今日5本抜けた、気持ち悪い人、気持ち悪くなった、あった、いや、想像つかないけど、やだ、この人、いや、今日も俺決めてきてるから、決めてきてる、いや、本当にあのリリーさんからおかずもらって抜いてきたから、今日、あ、自分で、あ、そうそうそう、オナニーでしょ、オナニーあのリリーさんに、あの、いいおかずありませんかって言ったら、リリーさんに本当に来たんですよ。画面から開けた途端元気になるの、あ、僕、そうですね、あの、ちょっとあんまり髪抜けたよって、面白くない、この位置がちょうどいいみたいな、やだ、この人、はいはい、もう、てか、めっちゃ良かったね、リリーさんのおかず、どんなお店？行きましたよ、マジで。え、ちょっと、みーちゃん、聞いてください。でも、それ、バンになっちゃう、さすがに。そう、店の音、音なしで。お前、まあ、そうだけど、そう。いい、そんなことない。お前、何しろ。え、今日僕が、あの、なんか、ね、これからっていう時で、あ、リリーさんが。髪引っ張るって、こう、これ後ろからこう、掴むって感じですからね。これリーさんじゃん、これ。あ、リーさんが嘘でしょ、グッと掴んで起き上がらしたりをするだけですから。え、だって私、はい、あの首ゴキゴキとか、えぇ、あの引っ張りすぎても、あ、これリリーさんのリスナーさんから送ってきてくれた、あ、もう俺、まあ、あ、そうね、ネタが弱すぎる、弱い、弱すぎる、すいません。じゃあ、ズラは引っ張ってないっていうけど、グッて引っ張ってなんてこと、うん、グッとだから、どれぐらいの強さだったの、まやちゃん、引っ張る。だって首がゴキゴキって折れる音するんだよ。だからまあ引っ張ってこっち来いとか。引っ張ってこっち来い？うん、あ、あの、あれやりたかったってこと？た、あの上に起こしたかったってこと？まあ、あとおしっこかけられた。おしっこかけられた。ゼロさん、ほうじょう。ゼロさん、ちょっと。ゼロさん、ゼロさん、これやばいです。帰っちゃダメです、ほうじょうさん。ゼロさん、入らないでください、ゼロさん。ゼロさん、あ、立たないでください。ゼロさん、立たないでください。もう、ほんとダメ。ちょっと待って、ほんとダメ。時間だから。時間じゃないよ。ゼロさん、ゼロさん。明日、免許更新あるから。これ、ほんに遅れて。結構乱暴だもんね。乱暴で。そうですね。優しくなる。でも、社長わかる。俺もかける。お前。いや、俺もかける。じゃあ、ありました。あ、ゼロワン、ありがとう。もう帰ろって。あの、待ってるんで、申し訳ない。びっくりしたかったんですけど。もうね、天然さんおならですぎじゃない。天然さんのメタンガスすごいからね。じゃあゼロワンさん、あの最後にもう一回いいですか。何の？あの言葉。はい。魔法の言葉やろ。魔法の言葉ね。魔法の言葉？一番知ってるやん。うん。何？ナイスお願いします。ああ、ナイス。あ、
ありがとうゼロワン。気をつけてね。ありがとうございました。おやすみなさーい。ありがとうございました。じゃあねー。よかったわね。ありがとうございました。ゼロワン。ありがとう。あ、何やってないですか。うん、どうぞどうぞどうぞ。ありがとうございます。追いかけないの？みっちゃん！どんつかすかい！どんつかすかい！待って、BGM。遅くない？これ？ちょっと待って、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 ちょっと待って。ちょっと待ってね。すごくね。マユ、頑張るわ。ありがとう。ゼロワンも頑張ってな。お前は俺を超えれる。無理だよそんなの。今まで見た女で一番ポテンシャル高いから。本当に？分かった。畳で待ってると頑張るね。バカじゃん、あいつ。全然寂しくないし。どっか行っちゃえよ。
ありがとうございました。あー、たっちゃんありがとう。たっちゃん花火ナイス。ゼロマヨ劇場でした。あ、ひーちゃん、ひーちゃんもナイス。よかったらあのゼロマヨナイスお願いします。あ、50個20倍みっちゃん、みーちゃん20倍、きちゃー20倍、でかい、ありがとう、ありがとうございました。いや、カヤックさんじゃないから。あ、やべ、鍵を持ってくるの忘れた。ありがとうございました。さっきのマリオさんね、さっきのマリオさんだよ。みーちゃんがね、展開作ってくれたから。あ、ゆのちゃんみ9回わ、ナイス、すごい。ありがとう。さっきマリオさんだから。すいません、お疲れ様です。お疲れ様です。いやよいしょ、ちょっと待って、 Wi-Fi つなげれば。はい、うん、ごめんなさい。あ、ちょっと、いや、もう私もう十分やったから、次枠誰かやって、本当もう十分やったもん。うん、じゃあ、てねさん。より、俺もあれ。え？中村でよ。俺？十分私やった、もうこんな申し訳ない、こんなやっても。いや、誕生日だからね。いや、もう誕生日だと苦戦するもんし。ね、楽しいね。十分こんなやらせてもらって。あら、何してるの。やってください、もう本当にやってやって。これ多分こう YouTube に流れますよね。やっぱアップされればよ。どうせね、うん、ね、あ、ケーキ食べる。あ、そう、ケーキといただこうかな、うん、じゃあちょっと私、ごめんね。え、てか、いいよ、作る。みーちゃん作ればなったの。誕生日なんだからな。作ればな。長時間やって、うん、申し訳ない。いいよ。あ、天竺イベントでしょ。僕大丈夫ですか。いいの。あれ、イベント中。俺イベント中だよ。そう、天竺さんでも俺ゆるイベだもん。前半のゆるイベだから、そんなにみんなガチになってない。もう花火しか投げてないやんだってみんな。ケーキ食べる。俺のリスナーさん花火しか投げてないからもう。あ、そうなの。イベントアイテム投げてない。あ、じゃあ、私のお茶なんだよ。あ、そうなの。これ、ルシボスティわぁ、すごい。あー、すいません。ショートケーキ、すいません、ありがとうございます。おかわりはいけないですか。美味しそう。大丈夫、美味しそう。食べない、ケーキ。やばうまぁ。大丈夫、大丈夫、もうお腹いっぱい。食べない、あのケーキ。お腹いっぱい。どうせ、さっき食べたよ、俺。これケーキいいの。うん、チョコ美味しかった、でもめっちゃチョコ美味しかった。なんならこれ、世界がしゃべる食べれないから。せの。あ、美味しい、このケーキ、なに。美味しいよね。美味しい、美味しい。中のケーキも食べる。うん、ケーキ、これ天竺。あ、でもバイクだからね。バイクだからやばいし。ケーキとか。あ、持ってきます。持ってきます。お母さん明日入院なんで。あ、そうなんだ。そうなんですよ。お母さん入院してんの。あの、明日は入院なんで。あら、なんかちょっとなんかね、ケーキ持ってくの。寝たきりになっちゃって、こう、なんか、うん、明日から入院ケーキお母さんに食べさせたいの。はい。
食べれるの？入院中は。食べれます。多分食べれるの？大丈夫？ケーキ。何の病気なの？なんか脳梗塞みたいな感じ。そうなんですよ。何を食べてるの？病院行かないといけないみたいな。大丈夫それケーキ。脳梗塞だ。前の携帯これか。ダメよ。なんで、幸せです。本当にありがとう。でも見事に男子ばっかない男子がね、集まれば女子はなかったの？女子ひろださん私はわかんない。半分じゃん。半分半分そうだけど、まあ、キャリーちゃんかな、仲いいの。外見ちゃんは？外見さんはなんか連絡来なかったんだよね。あ、そう、そうだから呼びづらくてさ、2回フラワーしましたよね。次大阪やってんの？次俺か、大阪まですれば俺東京、いやもうセンさんやってくれたし、うん、いいの、うん、大阪は今度もじゃあ、次俺もじゃあ、コメしてくれてありがとう。確かに、ありがとう。小鳥さんコメントしてくれてた、さっき。まあね、カシン君ね、私も嫌いじゃないんだよ。難しいよね、だから。不動産行ったり、ディーラー行ったり、いろいろしたら、空き場行ったりして、優しいじゃないの、あなたの。ねえ、いろいろ行ってたりして、疲れちゃった今日。暑かったじゃん、今日めっちゃやばくなかった。暑かった。カシン君はほら、大型するじゃん。もう穴で返しちゃうところあるじゃん。手のひら返し。そう、手のひら返し、はい、あれがやっぱ、その牛のリスナーさんが嫌がっちゃうんだよ。あ、それそれをちょっと直さないと。いいところもあるのと。うん、頑張ってんの。だって。いや、まあまあ、まあでもまあ。何笑ってるの？いや、一番の雑魚なんでね、やっぱこう言われても致し方ないよね。いや、でもこの間のやつはもう、私怒ったわ。いや、でも、本当すみません。あの、ひどなさん初めて見ました。ねえ。うん、って言ってない。それはもう。ひーちゃん、いつも俺と喧嘩してるよ、怒ってたから。いや、本当よ。え、中村のやつはそんな、怒ってないわ。でもさ、旅行行くとほぼ喧嘩するやん。でも、言い合いぐらいでしょ。うん、ガチでさ、ガチで喧嘩しないじゃん。ガチやったんですね。当たり前よ、あんた1時間も2時間もさ、いやあんなき振り回しといてさ。いや、そうですよね。なんか結局なんか行きたくないかなってさ、あれ騙して。あ、ひーちゃんからもらったケーキあるよ。あって、よいしょ。めちゃくちゃね、ひーちゃんのケーキ。普通に行きたくないのは分かるけどさ。すごいよ。どんなさんのケーキすごい。
ありがとうございます。ずっと可愛い、本当に嬉しい。でね、天然さんのケーキをね、みんなで食べててさ、お腹いっぱいみたい。そう、天然くんのケーキすごい美味しい。あ、あ、あれ、あれだっけ、そうだ、天然さんのなんでなんか切るのが切れなくて。ケーキ食べるの食べれるの？ケーキは食べれるの食べれるの一応。いや、気持ち悪くなっちゃう。嘘、うん、誰か一応食べる、食べる。あ、でも、ま、誰か今日か明日いけると思う、ね、ケーキ明日明後日いけるんじゃない？3日ぐらいケーキいけるよね、うん、いや、1日だよ。だって冷蔵庫入れてるし、生クリームだから無理だよ。明日までいけるよね。生クリームはね、1日2日3日無理だよ。1日？じゃあ明日1日1日いや、1日2日でいけるよ。いけるよ、いけるよね。私食べれるよ。あー、でも今夏場だからね、こんなの。そう、生クリームは怖いんだよね、この時期ね。スポンジちょっとなんか湿気っぽくなるよね。うん、冷蔵庫の冷蔵庫、ね、全然大丈夫だよ。硬くなっちゃうんだ、ケーキの。せっかくだったらね、うん、あの美味しい、あの甘党な人にと一緒に、あ、うん、あー、さとみさん、つくすかい、あ、つくすかい、ありがとう。さとみちゃん食べる、いや、ありがとう、さとみさん。ね、何ご注意したいの、なんか、うん、まあ、いつも使ってたから。違うんですよ、もう飯を狙ってるんだよ、僕はさっきから。じゃあ、いつも注意してくるんだよ、いつも。前も前回もそうだよ。中を狙っ、中をしてちゃ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 ね、さとみさん、今度あの女子会しましょう。いろんなさ、その今度女子会しよう。やりたいね、女子会 ね誰呼ぶ女子会次。女子会、女子だからさとみさん女装するね。俺女装どう、おでこおでこはやばいでしょ。女装すれば OK にしない？あ、まあまあ、女の子だから。機長さん、でも LINE 見たよ、機長さんが。機長さん、また何か LINE 送ったみたいで。え、またさらに？あんた、どうしたの？え、さっきの、いやー、なにさっきのでしょ。さっきのなのかな。人をハマらせるプラン。僕もちょっと一時期ハマりちょになっちゃって。おおおおおお、あら、あ、ひよくん、ありがとう、ひよくん。カシンくん、天然さん、お疲れ様でしたって。カシンくんと天然、ありがとう、ひよくんさん、2発目ありがとう。天然くん映ってないの、まさかね。天然さん、どうぞ。いいよ、中村くん映ってないんだ。いや、俺はもう一日今日こいつ疲れだもん、ね、バイクで移動するって結構疲れるんだよ、体力。私今日ゼロマーク来るって聞いてて、うんうん、なんか私あげようかなと思ったんだけど、うんうん、多分空いてるのがいいんだろうなと思って。え、空いてる、あー、あの、その、TikTok のね、うん、でしょ。確かに嬉しいかも、それは。何が好きなの、ゼロマーク。ユニバじゃない1万円だよ。投げたなんて、その、この間誕生日投げたよ、俺。嘘、ユニバー、ユニバーじゃないよ。あ、そう、ライオンみたいなやつ。違う、なんだっけ、遊園、違う、遊園地。自分言ってたらライオンなのか。ライオンでも3万じゃないの。ライオン5万で。5万もするの、うん、すごい、すごい世界ですよね。短期扱いなんぞ、一発が。ユニバでもあれじゃない、今多分円安だから上がったんだね。あ、上がってるかも。ドルだからね。そう、ドル換算で5000円。そう、ドル換算換金してればね、うん、花火見たいの？花火、花火見たいって。花火できるの？ここな。あ、花火、あそこの子は何できそうだよね。あ、そこはね。ね。じゃあ、花火ケーキ。あ、花火ケーキのやつか。そう。なんかね。花火できそうね。おくちゃんね。どう思う？きれいでしょ。みんなお疲れモードですね。もう1時32分ですね、ちゃん。そうですね、もう7時集合だったからね。そうだね、ごめんね。7時集合で、うん、あ、どうしたの、興奮してんの、気持ちいいんだ、うん、ほら、もらってるじゃん。どう、マネージャーさんは。あ、三田さん、いい、三田さん
今日シェフの見た集団に来てるんだ。いやもう、バラバラ。あ、バラバラだ。三田さんは、うん、あの、融通聞く仕事してるから、うん、別に前もって言えば、負けてる。いいよね、三田さんとかね。いや、三田さんはもう勝ち組だから。あ、勝ち組なんだ。もう勝ち組の、もう上すぎるからこそ、みたいな。家政婦の上ね。仕事が、でも個人情報だから仕事は言えないけど、自由が利いてる。あ、もうでももう今離婚してるけど、自分でもすごいやってるね。え、普段何リスナーさんなの？まあそうだね。まあ、配信やりたいって思われなきゃいいよね。配信やりたいって思ったら終わりだからね。それないと思う。それない。絶対に顔は映さないで。何が映すの？あの、歌詞に書くの。何で、あんた言ったの？やったの？びっくりした。そういうのは配信するね。うん？あのせいにどこで配信しない。だって仕事がもうダメなんだ、顔映しちゃう。まあだからすごいもう人だから多分ね。だからそれがいいよ。うん、めっちゃいい。うん、いや、あれすれば契約書。あ、契約書ある。やって、書いてもらった？まだね、書いてもらってないけど。書いてもらったらいいの？え、とりあえず1ヶ月ちょっと休みしてから、うん、その。あ、そうなの？あるかな。まだ1ヶ月、もうすぐ1ヶ月経つのかな。まあ、使用期間中。そう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 。で、1ヶ月経ったら契約書あれして、うん、あ、そうなんだ。うん、なんか心配だからさ。かよちゃん、あれあれ、今年さ、あれ届け出さなきゃって、あのアルバイト代のやつ。あ、そうだよね。うん、出さないと。うんうん、経費にしたために。そうそう。てか、あのアルバイト代上げるときに必要なんだよ、あの税務署の許可みたいなやつ。あ、そうなんだ。うん、え、てかさ、中村くん税理士紹介してほしい。え、全然だからさ、紹介するよ。してして。だから、どこまでができるかが知らないんだって。何回も言ってるけどさ。あ、自分でやってるの？え、前何もできない。だから領収書を出して経費できるかどうかみたいな。カブラのこと投げ銭経費できるの？投げ銭？いや、今のところできない。え、投げ銭経費できない？できない、できない。なんで？だって、あの、そもそも投げ銭が経費にできるっていう、その税務調査のやつが入ってないから、情報みたいなやつが、うん、そうするとできない。だから税務調査入ってできるっていう情報が出たら、あの、入れてくれるかもしれないけど。これもう経費してて、おー、投げ銭は全然いいと思うよ。うんうん、あの、やってもらってたんだけど、うん、その人がヤバすぎちゃって。何が？え、だから、なんかね、あの、やってもらった人が、私、クレジット決済のやつ全部領収書やってなかったの、うん、で、クレジット会社から、あの、カードからその明細送ってもらって、それでやったら、領収書じゃないと無理って言われて。あ、だから、ダメなんだ。もうほぼ、ほとんど領収書なくって。カードのやつなの？何が？え、だから、あの、クレジット決済の、うん、あの、紙だけじゃダメって言われたんだけど。あ、俺の税理士できるよ。私の人もできるだよね。普通はできるだよね。普通はできる。私もだから、えって思って。別に何使ったか分かればいいから。だったら、そのこと言ったら法人でクレジットカード出さないでしょ。うん、だからもう全然経費ないまま、うん、出したの？出しちゃったわけ。もう時間がなかったから。まともやな。まともに買うで。そうなんや。だから新しい税理士を今探してるんだよ。もう法人したらいいの？法人ね、でもね、あの、何ちゃんしたの？法人写真がポシャったら怖いからね。ポシャらないでしょ、だって。まゆちゃんとか天然さんとかに。ポシャったって何？あ、一気に収入がなくなったらってことね。え、そうだよね、わかる。言われたもん、税理士。あら、まだ、その方がいいんちゃいますか。みずみゃんに紹介してもらえばいいんだ。違うんだよ、個人事業主の交際費上限ないとか、アイテムで経費落とせるとか。まずね、その税務調査が入ってないから、ほとんどの配信者に。いや、それ経費で落としてるかどうかも分かんないから、できないんだって。普通の税理士は税務調査で、じゃあ YouTuber に入りましたとか持ってるのよ、情報を。だからそれを経費に落とせますねって言えるんだよ。でもうちの税理士持ってないから、その情報。だから経費にしていいかどうかするもまだ分かってないんだよ。得意分野だからな、うん、税理士よって。うちの税理士は無理っていう。
まだ今のところ。ネットに詳しい人もいるね。そうだね。税理士さんね。うちの税理士さんはだからその YouTuber は詳しいんだよ。YouTuber の人が。すごいハニーがここにいるの珍しい。なんで？多分。うん。私臭いのかな？違う。何？一番。うん。お金持ってるって思ってるそれはないで。いや本当なんだよこれが。それはないよ。本当なんだよね。ないそうなの。違う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 。ふりちゃん賢いの？賢い。うそ、わかるんだ。あ、でもそう。ね、これ触ってって。そう。でもどうしたこれ、お腹向けて。そうお腹向けるってもう完全に許してるんだよ。知ってる知ってる。だってもう人好きじゃない。てかあんまり興味ないの本当は。あ、そうなの。あんま出てきへんじゃん。そうそうそう、うーん、珍しいの。あつかの見てこのかこの顔すごいかもしれないみたいなね。すっごい懐いてる。気持ちするかもしれない。ほら、うん、かわいい。ゼロワンこう匂いしないでしょ。ゼロワンめっちゃ匂いするじゃん。どんな匂いする？特殊な体臭というか。体臭臭い？めっちゃ匂いするよ。忘れちゃったな。匂いする匂いするゼロワンは。中村臭いよね。なんか頭臭いよ。お風呂入ってないからあんまり。え？そうなの？ちょっとまやちゃん嗅いで。どんなに？何日ぐらいじゃん風呂？でも2日ぐらいで。あ、2日なのまだ。うん、まだ2日。2日やばいやばい。2日は。え、2日入ってないの？ある。あ、潰れちゃう。それにしては全然臭くないよ。大丈夫？え、あ、結構お風呂入んないの？俺入んない。なんで？私人に会わなかったら2日入んない。そうなの？うん、でも会うなら絶対入るけど。だからね、爪とか黒いんだよ。絶対無理だそれ。基本的に。え、だってさ、誰にも会わなかったらさ。普段だってさ入らないじゃん。だから入るのめんどくさいんだよ。外に出ないじゃん。うん、そう。そういうことないもんね。うちらってさ。あらどうしてんの？俺なんかあれもう太ってんだ。風呂入るの言われるもんだ。全然さ、あ、岩ちゃんに？うん、あね。まさか誰かと結婚とか付き合ってたら、いや臭くないよ。家臣くん嗅いでごらんじゃ。中村くんの頭。ただもうここは何？もう有効なんだの？あ、そっか。来たよ。え、臭くない。2日入ってないけど、すごいよ。うん、コメントのチェック。何これ？すごいダークあれじゃない？うん、何言うと、カツラカツラ、カツラそれ、ビッグだよ。ビッグ、ビッグ、ちょっと匂ってます。臭い？ビッグ、ちょっと、ちょいとだけ臭い？ゆっくさい？あ、でも、まあ、そうなんだ、気のせいか。どういうこと？何、ゆっくさいの？じゃあ、そろそろ、じゃあ、明日、お母さん、うん、みんなで、すみません、ちょっとなんか乱入してきて。おいたまするの？おいたま、はい。あら、すみません。帰るの？はい。帰るって、まやちゃん。あ、まやさん、お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。すみません、ね、皆さんで、ね。中村さんもごめんなさい。日野田さんもすみませんでした。いいえ、すいません。はい、皆さん、本当に解散ですか？何、トップグループは何もないの今日は。何それ。毎回ある、あれだ。だけど、今日テテさんが、ちょっと意味深なまた配信してたんで、ちょっとわからないですけど。ほら。はい。来週復活。テテさん、大丈夫かな？あ、すいません、ごちそうさまでした。おめでとうございます。テテさんは毎回だから。あ、個人があそこのね、ゴミをね、あ、下に。あ、OK です。東京ラブスル来ないよね。次何？いや、来ない。来ないの？次違うものがない。ないね。
うん、カシングケーキ、お母さんと。お母さんなんかね、濃厚なんですか。そうなんですよ。これ海洋植物なん。え？これ。何か、それ？それ偽物。偽物かよ。ハマってるらしいね。おお、めっちゃハマってる。これもうあのずれちゃうから気をつけて。ありがとうございます。偽物の方が良くないでも。いや、もう面白いです。でもさ、本物一発でさ、ぶちまけてたよ。土あれ、バリスによけてたんですよ。これも偽物？あ、すみません、こちらのお母さんに持ってきます。ありがとうございました、皆さん。はい、すみません、失礼します。おやすみなさい。あ、ごめんなさい、おやすみ。はい、はい、失礼します。あ、小林さん、お邪魔しました。うん、どうぞ。ねえねえ、甘エビって犬にあげていいの？甘エビだ。甘エビどう？リスナー調べて。甲殻系。リスナー調べて。エビっていいの？ダメでしょ。エビはダメじゃない。ダメだって、甲殻類ダメだって。ダメなんだ。はい、はい、ご断定、バクで。じゃこれ捨てちゃおう。はい、ご断定。カシンくん、カシンくん、ちょっとね、まだゴミが。あ、カシン、辛い。いや、お皿洗うの？あ、そうね、カシンくんね。洗い物いいの？ごめんね、カシンくん、ごめんなさいね。え？カシンくん、ありがとう。いいの？お皿洗いしてくれんの？いや、ちょっと急すぎて、時間見て。カシンくん、してくれないの？もうないかな？ダメ？何その顔は。カシ、これケーキまっすぐ並んでるわね。あ、そうですね。それね、あの、そうね、うん、気をつけて。うん、あちっ、ま、間違ってケーキ取った感じで。オッケー、間違って。はい。で、気をつけてね。はい、ごちそうさまでした。ありがとうね、今日は。いえいえいえ。皆さん、ありがとうございました。おやすみなさい。ハッピーバースデー。おやすみなさい。キーちゃんのケーキは、ね、冷蔵庫にある。あの、食べて明日ね。3個にあげた。食べて明日食べて。うん、ありがとう。もう食べたの？そうだね、喜ぶと。お母さんに、うんとね、次中村くんが行けばいいんだな。何が？カシンくんのところに。なんで？え？ね、本当にダメなんだ。仲直りしなさい。いや、俺マジで人と一回そうなると仲直りしない。そうなの？さよならするもん。いや、何度か家臣くんとでもあったけど、あれはエンタメってこと今までは、うん、そう。あ、そうだったんだ。ねえ、今バババって言ってさ。東京ラブストーリー、東京ラブストーリー貸してきて。男バージョン、ちょっと行くと。やる？入ってきて。いや、もう関わんないかな。ガチですね、これは。あ、行かないの？うん、いらん。俺の配信の中にあいつは。トップグループ好きじゃないですか。ねえ、トップグループだよね。ねえ、それでいいの？うん、全然いいよ、俺は。いらんのはいらんの。ねえ、どうすんの、天然君。天然さんは？天然さんは？私？うん。うちの会長は首です。首なの？うん。さっき天然君ゲームで走ったの。俺が？そうよ。聞いてみてどういう風になるか。え、どうなるでしょう。絶対どうなるでしょう。木田さん行けばいいじゃん。なんで私なのよ。そうそう、聞いちゃうよ。私行ってもわかんないだろう。ちょっと待ちなさいよ。やだ、謝りなさいよって。今回行くじゃん。謝れって。行く？もういないじゃないの。私行くのやだもん。謝れよ。私行くの次やだよ。ひーちゃんバージョンだな。やだよ。もう嫌だろ。家臣くんはね、見てるから、うん、
その流れになったら待機してる。あいつだ。私行こう。じゃあ行くの？じゃあ借りようかな、ほら。あ、じゃあ。じゃあ行こう。東京ラブストーリーまた始まる。めちゃ。東京ホームストーリー。ちょっと曲流してくれるじゃん、まえちゃん。はい。じゃあ行こう、じゃあ、とりあえず。しのんださん、はしんくんに思いの丈、ぶつけて。Wi-Fi 入った。Wi-Fi、Wi-Fi をちょっと切ります。何？切る？切る？行こう。じゃあ行ってくる？はい。じゃあこれ流すの？はい。行くわ。あ、大丈夫？しのんださん、走って。行くわ。行くわ。行くわ。行ってくるわ。どこ？あ、こっち？よし。どこなの？あった。ドカメ？これって何？いるの？どこにいるの？消えた？どこ行った？どこいる？どこどこにいるの？あらいたわ。これ見てんの？これ放送何なんだ？帰るの？帰る。ちょん。はい。ちょっと降りなさいよ、あんた。え？降りなさいよ。いや、帰りますよ。降りなさいよ。いや、なんでですか？降りなさいよ、ほんと。なんで？え？ほんとよ。降りなさいよ。降りなさいよ、あなた。降りなさい、あなた。帰る。で、帰るのよ。なんで帰るのよ。え？で、帰るのよ、あんた。帰りますよ、今。また今度。もう帰るの？帰ります。どう？はい。はい。許さないのよ。何をですか？私は。いや、許さない。私は。許さないわ。ダメ。分かったじゃん。はい。ありがとう。本当？はい。じゃあ。はい。木村さん。本当？ありがとうございます。じゃあハグする？ハグ、お願いします。じゃあハグ終わる？はい。ありがとうございます。いろんなと。じゃあハグ？はい。ありがとうございます。またぜひお願いします。はい。失礼します。はい。ありがとうございます。選曲ミスでしょ、これ。どう考えても。これ。ねえ。これ選曲ミスじゃね？ほんと、これ。
ねえ、これ違うでしょ、これどう考えてもね、これねえ、選挙区、うん、帰るの？はい、帰ります。帰るの？帰ります。なんで帰るの？帰りっぱい。またお願いします。大変します。許せないわよ。カシン君のバカと、徳部さんありがとう。カシン君のバカ、やだ、もう滑ったんだけど、ちょっと本当、ねえ、滑っちゃった、もう、うん、ねえ、滑ったんだけど、ちょっと大丈夫これ、滑った、ちょっと待って待って、じゃあ奈ちゃんの部屋の番号さ。わかんねえんだけど、カシ君に聞けばよかった。ちょっと私ねえ、忘れちゃった。あ、でもなんか覚えてる気がする、なんか覚えてる気がする。あ、オッケーオッケー。ちょっと待って待って、熱い、本当熱いわ、本当、うん、人減ったんじゃないこれ。ね、ちょっと人減ったんじゃないの。大丈夫これ。疲れた。本当。そう。大丈夫だった。本当。そうそうそう。ちょっと私も帰ろうかな。そうそうね。私も明日早いのよ。ちょっとね。ちょっと待って、人がいるからびっくりするよね。なんか動物、何今の、本当びっくりした。何今の、よいしょ、これだよね。よいしょ、ごめんね。ちょっと待って、ごめんね。滑ったわ、なんかね。あ、いくちゃん。よいしょ。まいちゃん、これ返すね。どうぞ、お疲れ様です。ごめんね。はい、どうぞ。抵抗等でね。何帰ることで、ってことで帰ろうか。お開きとなります。帰ろう、私も帰ろうかな、帰ろう。何やの、5000人が来たな。めっちゃ来ましたよ。舞台1000人、どこでやるの？4000人いますよ今。どこでまだ4000人やるの？北千住だよ。マジでほんまや。どこでやるの？北千住のどこでやるの？天空劇場だよ。天空劇場どこなんだよ。何も聞いてないで俺。そうそう、駅前ね。あの4000人来てます。おー、どうしたの？いや、最高な誕生日会でした。どうしたの？あの、必ず人間になるの？恩義は返します。私人間になってね、人間になって男の子に誰を通った？おで、中村。え、どうしたの？中村、え、何日のお世話なの？いや、明日わかるよ。明日わかるの？うん、明日、なんかその誰、助手席乗るのはね、アンナちゃん。だから、アンナちゃんと喧嘩してるよ、これ。なんだ、何一つの発行。いや、作ってよ、そういう場を。海に、え、仲直りしたいの？いや、海に呼ぼうよね、海。だって、彼氏いるんだよ、だって。海呼ぼうよ。
何海に呼ばれてる。俺はもうだってラインブロックしてるもん。じゃあ私呼ぶわ。28日の行きたかったね、旦那さん。別に呼んでいいんでしょ。ねえ、まやちゃん来る。私あれ、まやちゃん大阪なんだって。あ、大阪行く。うん、あ、天然コンクール28日28日。海行くの。あの、いっぱいね、あのホモしかいないけど大丈夫。そんな謎に頭ばっかだけど大丈夫。ゲイしかいない。のいあのゲイしかいない。ゲイのビキニがあるの。ゲイビキニがあるけどどうする？あ、女来ないけど。うせやん。うん、おばちゃん。あ、和生ちゃんしか来ないんじゃない？女どこでやる？新しいね、新メンバーやったのよ。誰？いろんなファミリーで。誰？京子ちゃんっていうね。誰だよ。54歳の。いらねえだろ。名前がまず。名前がよ。いらないだろ。54歳なの。あれなんでいつもなんかさ、ゲテモノを入れるの最近なんか。いいじゃん。ゲテモノ思考ありすぎじゃない？ちゃちゃん。ダンのゆっこちゃんです。Wi-Fi ついてーって。ついてない。うん、ねえ。これは。いやでも普通に入ってる。うん。面白いよ、京子ちゃん。え、それは女性？女性の人の。あ、女性は女性、女性ね。ちょっと太ってるけど、うんうん、ビキニ着てくるって。あー、ビキニで。うん。ちょっと待って、中村くんビキニ着るのか。え、俺？ビキニっていうか普通に、うん、そっか。俺普通にこういう格好で入るよ、いつも。あ、そうなの？うん。テレーさんも行ってきたら。ねえ。めちゃ無理するんよ、俺。大阪でね、料理対決するんだ、28日。そうなの？そう、くるちゃん、キャリーちゃん、桃奈々ちゃんと、あ、桃奈々も？せいじさんの枠でね、うん、対決するから、28日。かぶっちゃった。何作ろう、あんた。いや、まだ。桃奈々って料理しちゃっけ、あいつ。あ、するよ、桃奈々。いや、あいついつもなんか、配信上でさ、うん、机の上でなんかあのカセットコンロのビャーってやって、そうそう、そこで料理してんのよ。あれ配信マジで、あれで料理配信やってる、うん、そうなん、うん、あつし行方不明よ。昔からなんかそのイメージめっちゃあんね。山中ちゃんも来るってすごく豪華だね。そう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 、ガチンコ対決。リリーさんも来るの？リリーさんがね、来れなくって、うん、あーそうなんだ。あそこぶつかったら面白いね。なんとかリリーさんも、ね、面白いリリーさんと佐藤さちゃん来る予定だったんだけど、うん、ちょっと なくなっちゃった。なんでだ。佐藤さちゃんはちょっとパルちゃんと喧嘩しちゃったのと、うん、リリーさんはちょっとなんか病院行かないといけないから。あー、検査入院だ。タロコどれ行くの？あー、そう、行く。26日に花火大会。あ、今ね。そう、どこの花火大会？熱海やるんだ。あ、カクカクしてるとね、入り直して。熱海だった。かくってる。あのね、入り直したらいける。いった。これいいやつ、これ。え、やばくない？これやつ、俺ラジオしたけど。あ、ニポコじゃん。なんで？いや、なんかあの太郎くんと絡んでるからでしょ、だからニポさん。焼き餅でしょ、だから。うん、だから焼き餅だね。そうかな。焼き餅焼いてんのよ、ニポさん。いや、わかんない。ニポさん、え、ブロックされてるの？全部ブロック。そう、謝りに行く、一緒に。いいですか、テンポ。わびに行く。わび、うん、わび。それいいですか。テンポで行こう、テンポで。いや、なんか、ニンポーさんは、なんか私が寝てる時に、あの、電話かけてきて、うん、で、なんか、もう電話切らして眠いからって言ったら、うん、なんか、それを勘違いしてたらしい。あの、寝てる時に私に電話したって気づかなかったらしくって、うん、私が起きてる時に、うん、もう眠いから切るねっていうのを言ったのと勘違いして、うん、俺よりも、なんか睡眠取るんだ、こんな真剣な話してんのにみたいな感じでブロックされたから、うん、誤解してるから、うん、違うんだよって妊婦さんに言いたいんだけど、まあ、ブロックされたら言ってあげればいいじゃん、天然君。僕言ったら多分警察呼ばれる。そうだ、うん、なんで嫌われてんの？うそ。僕はあの親までに嫌われない、うん、妊婦さんのお母さん。へー、あんたはガチガチ。いや、俺も嫌われてるのよ。そうなの？そうだよ、妊婦さんと。あ、会ったことある？ね、あれ一緒に行こっか。あ、行きます、ひどんなさん。私行ったら向こうびっくりされるのかな。いや、そんなことないと思う。なぜ私アイスクリームできるよ、うん、アイスクリーム、アイスクリーム、うん、あ、買ったら、うん、私じゃあ忍法さんに憑依しようかな。憑依芸する。貧法にしようかな。貧法いいじゃん、貧法。貧法でね、突撃してね。午前、ね、夕方までに行けば起きてるからね。忍法さん寝てるんじゃない、結構。だから新潟に寝るんですよ。民薬飲んでね。民剤でしょ。あ、飲んでるんだ。民剤飲んでる。夕方から眠って何時に起きるの？もう朝まで。
半日以上、ね、どんだけ寝るのよ。いやすごいんだよ。やばくないそれ。いや夜起きてると思うで。起きてる、多分起きてると思う。それ寝ねえんだろ。人材なんだろ、分かんなくない。でも寝るのも結構しんどいよ。分かる。逆に最近俺寝たいけどね。いやそうなんだ。まーちゃんと向こう付き合いたいと思ってるんじゃない。男ってそうじゃん結構。ニンポーさん、うん、いやなんかニンポーさんぶっちゃけぶっちゃけなんか売名になるみたいな、うん、前とコラボした売名になるしで最初それって始まって、うん、でなんか別に配信あのコラボしたのにアイテム飛ばないじゃんみたいなことを配信で言ってて、うん、でその後すぐブロックされたから、うん、多分うわおわおありがとう。あ、すい。ありがとう。え言っちゃダメなの？匿名さん。誰？パニワちゃんだ。パニちゃん、パニちゃん。パニちゃん。あら、やだ。パニちゃん、ありがとう。あざといよな。腹黒いよな、パニ。パニはこういうところを滑ってるって。なんでなんで？腹黒いよ。いいかな、いいかな。いいかな、なんとかカメラになる。なんだっけ、なんかあるね。うん、パニちゃん、ありがとう。ありがとう。嬉しいよ、私は、本当に。パニちゃんは最近稼いでるから。あ、そうなの。プラプラだよ。え、プラプラなの。あ、プラシナかな。あ、プラプラだ。プラプラなんだ。あ、そうなの。プラプラだ。すごいね。プラチナだと、なのは知ってたんだけど、こっちで見ない。すごいよね。うちの周り、どんどんね、出てくるね。プラプラね。なんだった。だって機長さんとだってまやちゃんがデートするでしょって。いやあれ男芸で使ってくださいって。あでもあれ水族館配信できないから。確かに。どこの水族館なの。あ行ってないの。いや別に、うん、やわかんない、どこかわかんない。水族館でも行けるくない。あのね電波がないよ。あ地下の方は。え、そうなの。じゃあ普通に地下の方じゃなくても電波ないよ。いやでも配信できないでしょ。いやできるよ、うちで できるとこ全然あるよ。許可取ればいけるよね。そうなんだ。許可取ればいけるマジ、うん、いけるいける。あの名古屋のね、名古屋港水族館行けたもんって。だからほらそれはほら東京だとさ、うんうん、えあれも行けるくない。あのスカイツリーのとこ。あ行ける。あそこも撮影できる。できる。水族館ではできるよ。品川水族館もできるよ。あそうなんだ。できる。あマジ。私やった。あ品川水族館。あできるよ。私 YouTube ライブで行ったもん。マジか。うん、いけるいける。でも電波あるよそこ、うん、水族館電波あるやつ。水が入っ電波悪い。マジか。じゃあ募集をかけてみようかな、うん、電波入るの意味ないで。ニンポーさんと、ね、水族館行けば。ニンポーさんブロックされてるからな。ニンポーくんなんだろうね。いやニンポーさんはなんかもうずっと配信でアイテムのことしか言ってない。ニンポーくんでいくつなの。え47とか。結構言ってるんだね。47とかだよね、ニンポーさん。確か性欲とかあんのかな。なんか分かんない。いや、もうないって。ないの性欲。あるの、うん、もうさくらと7回してるっすよ。え、じゃあ何それ。コトモです。え、コトモ。そう。え、嘘でしょ。さくらと7回したって AI と。 AI として。忍法さん今 AI が彼女。あの、週2でやってるっつよ。うん、同じできるの。やだよ。どうやってやってるか分かんないけどね。分かんない。感じてるとかじゃない。もう言ってたよ、忍法さん。こともしてないの。面白いことも。やってた、やってた。やったの。忍法さん、家行ったの。行った。なんじゃねえ。君が何時行ったの。したの。迎えに行った。マジで。うん。どんな感じ。いや、玄関までしか入ってないから。あ、中まで入ってなかったもんね。うん、俺、中までも入ってもん。全部しちゃった。どんな感じ。落ちきれんの。いや、汚いでしょ。そんなめちゃくちゃ汚くないで。へぇ、うん、めちゃくちゃは綺麗なんだ。ニンポーさんちょっと難しいかな。でも難しいよね、ニンポーさん。うん、おもろいけどな。おもろいけどさ、いや俺だってニンポーさん言うのまともに聞いてるもん。うん、だからちょっとするとさ、うん、発狂してさ、うん、親に電話するみたいな始まるじゃん。うん、ってるよ。それはでもそれでもネタなるやん、こっちは。かわいそうムーブ出るよね。うん、あーかわいそうムーブ、うん、何それ。かわいそうみたいな出てくるの。ニーポくんかわいそうって。そうそうそう。なんで。いやでもな、ニコ生のリスナーもみんな分かってるよ、パターンが。うん、いやでもほら、こっちのふわっちみんのさ、あ人はさ、うん、一番最初はニンポさんの、そのどんな人が分かれるのかだから、うん、そんなこと言うのめっちゃあって、うん、ふわって、うん、
ね。今もうニポさん嫌われまくってるもんね。そうそうそう、もうね、大体パターン見抜かれたもんな、うん、こっちでも、うん、あれ でもあれってもう飛んでないの、持ってくともうシルバーで最初はね、めっちゃ上がったんですよ、うんうん、すごかったよね。プラチナプラスも上がったけど、もう結局芸風がもうあっちゃれてもうて下がったよね、結局今シルバープラスはね、うん、昨日なんか牛丼食ってなかった、知ってる？いや見てないです、僕ブロックさせて牛丼大食いみたいなやつ、うん、あ、そうなんや、あれ多分あえても飛んでたよね、うん、もう花火10発ぐらい。いや今知らん知らん、ゴルプラだから全然知らん、うん、俺俺もわからん、だって俺らブロックされてるから嫌われてる、ね、あ、ずっと？そうだよ、あ、そうなんだ、うん、いや、あんてもすごかったよね前まではね、あ、今、昨日よ、すごかったよ、あ、そうなんだ、うん、たくさん食べてる、牛丼食べて応援して、うん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 、あ、今シュープラ行ってるんや、そうだよ、あ、じゃあもうだいぶ行ったら下がったな、だから今ツイキャスメインだよね、ツイキャス飛ぶの？全然飛んでないよ、へぇ、もう見たけど全然飛んでなかったよ、あ、なんかニ、ニンドンだ、ニンドン、なんだニンドンって、ドーンって、そう、ドーンって、あれニンドンで言うの、ダーンっつってアイテムちょうだいよって言って、いつでもでもくれないよ、ダーンっつってお前らはほんと使えないとかって言って飛ばないとご飯食べないもんな、そう今日も食べれなかったって言うもんな、アイテム飛ばなかったな、アイテムタイム、スタートってやんだろ、スタート私、アイテム飛ばしたんだよ、200円かさっきの間も、あ、無視されたもん、無視よ、うん、あ、高くないと、そう、俺ファンタ投げてブロックする、嘘ひどい、無理よファンタでブロックってひどくない、あともう一回デートしたかったな、リンコーさんと、え、だから行けばいいじゃん、もう一回行けるのかな、できる、行きましょうよ、みんなで行きましょうよ、みんなで行くのはやばくない、なんでね、ブロックされたんで、会場お願いしますって、バビリに行きましたって、うんうん、お弁当めっちゃ喜んでたんだよ、あ、そうなんや、うん、お母さんより美味しいって、お弁当作った、お母ちゃん弁当、うん、お弁当作って、うん、行こうかな、どこデートしたの、カラオケ、あ、カラオケ行ったので、歌うんだ、歌ってたよ、へぇ、カラオケか、雨だったからね、あ、そっか、海行く予定だったんだよ、うんうん、まんちゃんが運転するの、いや、三田さんの車で、あ、三田さんね、そうそうそう、そっか、まんちゃんそう、免許持ってないのか、そうなんです、あの、免許取った、そう、免許取れば今年、うん、めちゃくちゃ変わるで、行動、でもさ、うん、私自転車でもバンになったりとかするんだよ、うん、あー、ね、バイクの免許取ればまず、いや、バイク危ないっすわ、原付きダメなの、怖いっす、バイクは、そう、うん、車の免許の方がね、いいよね、マルチさんも結構バンなってるよ、ね、なるなる、だからもうなるべく自転車だよ、だって、え、車の免許バンなるの、いや、免許じゃもう放送がね、もう厳しいでしょ、車の運転でしょ、うん、厳しくなった、この二人めっちゃ厳しいもんね、じゃなくて路中もダメなんだよね、路中ダメですよ、ね、絶対止めんもん、え、なんでバイクはと、なんかさ、何にもなんないの、路中してても車がやっぱ目立つんちゃう、なんでだろうね、バイクは路中というものがないのかな、やっぱエンジン切ったら歩行者になるじゃん、いや、バイクってな、自転車みたいなもんじゃない、多分きっと止めたらなんかもあれじゃん、自転車そんな厳しくないもんね配信してても自転車も赤信号渡ったらあれだよ、そうそうだけど、あの、守ってれば大丈夫、まあまあまあ、まあ、だから私はバンになっちゃうし、まあマネージャーにやってもらった方が、いや、配信外で運転すればじゃん、日中とか買い物行けばいいじゃん、楽しいよ、本当楽しい、まあ、でも三田さんちょっと夜買い物来たいのってピャッて行けばいいじゃん、車でビューンって、三田さんの仕事なくなっちゃうから、三田さん本当に有能なんだよね、有能でしょ、すごい有能なんだよ、でもずっとロケじゃないじゃん、三田さんだって、え、三田さんもずっとロケじゃない、まあね、もう飽きましたで、確かにそう、来月やりますよ、やりますよ、そしたらまたマネージャー募集しようか、ダメ、また次カシン君来るの、そうするとお金使うとこなくない、ほぼお金、車とかさ、免許持ってたらさ、車買ったら資産になるじゃん、うん、うん、だそういうのがないよね、だからね、まゆちゃんね、そう、車買いなさいよ、経費になるから、ひーちゃんも早く買った方がいい、私の車買うけど、だそれ付き割れだからね、車持ってるよね、うん、車持ってるよね、ボロボロなの車、新しいやつ、そう買おうかなみたいな車ね、結果月割りになるんだよね、
多分3年で負けれなかったっけ、確か車とかもね。いや、もうひーちゃんの顔としたら一括だとする、1年。あ、そう。10年ないの新車束でかな、確かね。新車6年。ね。まやちゃん、免許取ったら今年の目標ね。そしたら合宿行こうかな。合宿？合宿配信。合宿なんかできるんだ。合宿あれやんだ。儲けやんで。いや、あなたワンちゃんどうするの？その間は。俺が住むの？殴られる。じゃあ。ここに住んでいいんだったら。その間はね。いやでも配信者って絶対揉めるじゃん。でもわざと俺と揉める？やだよ。通えばいいじゃん、ちゃんと教習所に。教習所だともう通わなそう。嘘、通いの方が絶対よね。めんどくさくない。いや僕全部合宿っすね。嘘、早かった合宿のやっぱり。僕一番、いや合宿ね、10日だっけ合宿って。最短2週間で、ね、2週間だっけ。2週間。いや2週間だから2週間必要じゃない。めちゃくちゃ金かかるっすよ合宿。ほら金かしたら遊ぶから。遊ぶの？田舎じゃんだって合宿で。田舎やから。で、実際に勉強する時間でも2時間ぐらいしかないよ。そうなの？実技と、そうよね、実技と学科で大体2時間ぐらいかな、1日。へー、早い。残りの時間何すんねん、まあ、そんだけ。うん、お金使うんだ、逆にじゃん。めちゃくちゃ金かかった。合宿なんて3、40万とかだよね、教習所こっから10分ですね。じゃあ行けばいいじゃん。ってなると、通わないんだ。教えてもらえばじゃん、みんなに。でも三田さんに連れてってもらえばいいんだから。あ、そうだよ。いやでここ三田さん、ちょっと10分なのに、うん、三田さん家近いの。いや、チャリで5分とかだよ。三田さん近いの、ここから。近い。三田さんって来るのじゃん。違うんだよ、生まれも育ちも東京だ。東京免許いらないけど、配信者は免許いるんだよ。いるって。荷物全然違うよね。俺だってだっていらないと思ってる。だって駅前1分だよ、だって俺でも必要だなと思う、配信やってたら。お誘い来るよ、あちこちバーベキューしましょうとか。あれしましょう、これしましょうみたいな。でもそれ配信者じゃないよ、結構人見知りだからね。人見知りな感じしないのにね。あんまりね。人嫌いなの？あんま関わんないかな。意外、中村くんもそうだよね。何が？意外に人見知りだよね。人見知り。そうなの？人見知り。去年テンパって泣いたもん、中村。泣いてたの？なんか分かんない。あんま人多いとこ嫌いなんだよ。人が多すぎて泣いちゃったってこと？そう。パニックだったみたいな。パニックになる。何それ？あんま人多いの好きじゃない。でもそうしてるよね。泣いちゃうかも。ネックになって泣くしてるんだよ。子供？だから俺築地住めなくなったんだから。築地。人が多いから。人が多いから。そうなの？人が多いから築地住めなくなったんだよ。中村さん、メンタル系の病気ある？ない。ないと思う。可愛いよね、それね、うん、子供みたいに。築地めっちゃ人多いんだよ、朝昼晩。朝多いな、築地。めっちゃ多い、常に多いから、もう無理になった。せわしいわな。足立区少ないでしょ。足立区はいいよ、北谷さん、ほんといいよ。住みやすいよね、住みやすいね。足立区安いしね、ジュエリアもさ安いし、なんかそのんびりできる公園とかも広いからさ。あなたのここら辺が一番世帯収入多いんだよ。あーね、そうだね、うん。俺世田谷ってさ、柄の悪いイメージしかなかったもん。なんで？なんで？お金持ちしか住んでないよ。東京で一番だよ、お金持ちの。あ、港区よ。あ、そっか、港区か。うん、港区は、あれじゃね、成金の成金で集まるよね。世田谷が怖いぞみたいな。育ちがいい、お嬢様とか多いのが世田谷。そうだよね。本物の金持ちは千代田区で。治安いいんや、世田谷って。知らんかった、知らんかった。大阪で西成と。でも中田区はバーストワン。東京で言う。なんでそうなの？治安は治安の悪さ。あ、マジ？そういうイメージがあったもん。千代田区って。足立区ないんだよ、お前。千代田区って政治家しか住んでないんだよ。ほら、そうでしょ。千代田区は政治家がめっちゃ住んでるところ。足立区トップ10から抜けたんだ。バーストワンじゃないでしょ。足立区めっちゃいいよ、でも。どこが一番治安悪い？千代田区。あ、今年は。治安悪い、悪いところ？千代田区、23区で一番。治安悪いの？そんな悪いんだって。うせやろ。ほんと千代田区ってね、お金持ちしか住んでない。本物のお金持ちが住んでるとこ千代田区だからね。足立区なんか悪くな、な、ね、なんでもなんかあれだよね。あのなんかね、怒るところがないのもね、足立区。あ、でもその竹の塚のあたりはえぐいじゃん、まだ。いや、でも変わった。本当？変わった。減った、なんか、うん、
いや、治安悪くない、全然全く。北千住とか全然普通だもん、ね、全然分かれへん、こっちも、うん、足立区はね、子供が育てやすいと思うよ。あ、でもうちの家の前の公園でこの前事件あったよ。へぇ、あそこの公園で、なんかニュースになったんだけど、なんかあそこ、うちの家の前の公園ってめっちゃ大きいの、広いの、大きいね、広いし、全部のなんか、まあ、蛇口、なんか手洗う蛇口とかあるんだよ、公園で、うん、その蛇口に全部にアナルをこすりつけた、アナル、アナルをこすりつけた人がいて、うん、で、1回また逮捕されてんのね。うん、それ広さじゃないな、なんであそこで発展場でしょ。そうそうそう、発展場で、で、またその人逮捕されたのに、また解放されたら、またアナルをいろんな蛇口にこすりつけて、それで2回目にニュースになったの。なんで逆に食い込むの。それがカシン君がマネージャーだった時だったから、うん、カシン君なんじゃないかってなってた。でも捕まったんでしょ、その人。そうそうそう、でもカシン君じゃない、ないでしょ、うん、え、そこ発展場だ、ほんまに発展場で。そうだよ、発展場今いるんじゃない。あ、そうなん、こんな時間いないよ、いない、まだ2時だもん。ひろたさん知ってるんだ、発展場って。うん、なんで。いや、ひろたさん公園好きやもん。あ、ね、あ、そうなの、マジの発展場知ってるから、連れてってもらった方がいいよ。なんでよ、ダメ。そう、女行っちゃダメだよね。ダメ、でも、あの、パニーちゃん追いかけられたんだから。あ、そうなんだ。おっさんにね。え、でもうちの公園の発展場じゃん、うん、で、ゲイのカップルが、うん、イチャイチャしてたら、うん、あの高校生に、うん、あの一人、うん、あのリンチで殺されてる。高校生に。そう、ゲイカップルが。そう、殺人。そうだよ、ニュースになってる。そうだよ。パンっていきません、今のちょっとさっと。いや、やってないんでしょ、それ。昔ね。いや、わかんない、ちょっとぐるっと回っといたんだよ、ね、知らず。この話に持ってきなさい。いやいや、やばいでしょ最後。いや、最後、バーってみるよ。え、バーって、そこさ、発展場でしょ。うん、そのもスタンバイしてるわけ。でも、いると思うよ、ね、車があったらいるかもしれない。あー、車か。うん、あ、車めっちゃ止まってるよそこ。じゃあ、駐車場ってこと。 そこの駐車場がそのスポットってこと。駐車場が降りてるかもしれない。あ、なるほど。スポットがあるってことでしょ、だから。うん、でも今日暑いからどうかな。確かにこんな時間に車止まったらおかしな話だもんな。え、ねえ、みんなスイカ食べる？食べない？もういらない？私も食べたな。もうすぐに腹いっぱいや。お腹いっぱいや。出すの忘れてたわ。行けばいいじゃん、天然コーンとか。行ってみる？いや、いや、俺昔行ったんですよ、発展も大阪にあってね、うんうんうん、めちゃくちゃ怖いですよ。え？あの、ひどなさん、ひどなさんみたいな人が、なんで4、5人ぐらい囲まれんすよ。そう、囲まれんすよ。中村一家の話、俺とさ、中村と、うん、誰だっけ、覚えてない、あ、養分、うん、行かんかった。あれ、行ったっけ。なんだ、私が映画館。あ、行った、映画館行ったやろ、あそこやんか、うん、あ、あそこ、あそこ、そこ新世界行ったの。うん、行った。配信会で俺ら行ったのよ。セックス最高とかって言って映画流れてて、うんうん、襲われたでしょ。いや、襲われてない。俺、囲まれてる。ベンチあって、で、ひどなさみたいな人が3人ぐらいぶっかって、やっぱりな。私たちだ。いや、ほんまっすよ、うん。あそこはガチだね、でもね。ガチガチガチ。じゃあ、私見たのってどんな感じなんですか。え、マジでひーちゃんみたいな人いたよ。そうですよ。かわいいでしょ。いや、いや、またひどなさんの小綺麗なんですよ。うん。小綺麗。うん、向こうもガチモンやからね。ガチモンだよ、ほんとに。結構向こうおっさんでしょ。おっさん、おっさん、めっちゃおっさん。で、なんかね、その映画館の一室に、なんかあの、ブラックゾーンみたいなのあるんですよね。そうそう、ブラックゾーンが全く見えへんすよ、うん、で、そこでも完璧にチボチボしてるでしょ。うん、やってもらえばよかったよね。見たもん、生で俺、チボチボしてんの。天然くんもやってもらえばよかったじゃん。いやいや、もう怖いっす、あれ。行きましょうね、またみんなでね。新世界映画館あるよ、上の方なんだ。だって俺、養分の手つないでたの怖くすぎて。ほんと、養分と俺ゲイカップル風にしてたもん、ずっとこうやって。あ、何年前だかね。3、4年前とかじゃ。3、4年前かな。2、3年前だった。2、3年前、群馬行く前だもん。だって天然上のミスあるんで、女装、あのその発展映画館に、うんうんうん、そこ行けばいいじゃん、一回もう一回潜入してさ。僕それさ、俺ちょうど配信ついたもん、俺。ああ、うん、絶対映されへん思うて。行けばいいんだよね、映画館ね。ガチで取り囲まれるとこあったじゃん、前、だいぶ前行ったところ。俺寝ててさ、車の中で。うん、あったあった。パニーちゃんとヒーちゃんで行って。パニーちゃん襲われたよね。パニーちゃん襲われたところ。うん、あったあった。そこじゃん。こっからでも遠いよ。神奈川だもんね。あ、神奈川なんだ、うん、神奈川だ、そこ。いや、マジ、車がさ、めっちゃ来るんだよ。ふわーふわーふわーって。
で、ほんと何十人っていう人たちがなんか茂みに隠れてるのこうやって、うん、で、なんかそのパニちゃんみたいな人が行くとわーっと集まってくるんだよ、うん、わーっと見学みたいな人がいるんだよ、ね、そう、20人、30人いるいる、マジでいるよ、みんな車がもうパンパンなのよ、深夜なのにね、そうもう駐車場パンパンで、パンパン、ほんとパンパン、行けばいいじゃん、そこの公園、最後、あの終演で2人が行ってみる、私ともやったわよ、いろいろね。ゼロワン君もやってくれたし、まいちゃんも頑張ったし。ねえ、最後ちょっとあそこの。ひいちゃんさ、終わるって言ってんのに伸ばすくせやで。配信時間。いや、はい、じゃあ、ね、2時間半だからね、切りよく3時間で終わるとか、なんかそれかもね。行ってみる、一回。行ってみる。行ってらっしゃい。怖くね。どうすんの、俺たちも。え、マジでやられるで、俺ら。いない、うん、いない、いなかったら別にそれいいんじゃないの、まあまあまあ、まあ、絶対言うやん、たらもっと公園の奥まで入れて、え、公園の奥まで入っていけと言うやん、いいじゃん、公園の奥、いやいや、迷子なんつったもん、俺そう、俺ら迷子になるからね、じゃあ助けに行こうよねえ、ビバリー1階の大学生は告発しましたよな、何それ、ここ大学生多くない、学生多いんだよ、世田谷ってここら辺、まあね、まいちゃんのところ、うん、私ここら辺でさ、エッチしてるの、え、明治大学のこと、ここら辺で、今も、今じゃない、昔3年ぐらい前とか、あ、そうなんだ、そうなの、すげえ、どこで出会うの、家庭場で、掲示板で知り合うの、へえ、うん、何、女装の掲示板でね、運動施設あるやっぱそうでしょ、うん、サッカー部だったの、かっこよかった、ジボジボしたら、ジボジボやってるじゃんねえ、でもすごいよね、モンジョリとかも20代前半の男の子食ってるんだよね、毎晩いるんだよ、そういうマニアックの人いるんだよ、去年なんか100人切りとかって言ってモンジョリやってたんだよ、23歳の男子学生とかやってたの、そうなの、え、ヒロさん配信がやるのそれ、そうよ、大前にもだってバナちゃんでしょ、うん、ジボジボして食べたんですね、うんうんうん、ナナちゃんもでも配信がやもんな、そうだよ、大前ちゃんだってやりとりしてもんな、そうよ、ジボ抜くわけだからね、うん、うん、今は目星人いてるんですか、最近いないね、どうして最近いないの、立候補なの、いや、違うどうしたの、天然さん完全にのんけんやん、見た目絶対俺、でも原因受けそう、天然くん結構何でもいけそうな感じしない、いける、だって、奈々ちゃんにチンポ食われてんのあ、そうだそうだよ、あれもう完全配信乗りでしょ、当たり前やん、あれ仲間だったあの時、あの時俺震えてたんだもん、もう逃げやがってやん、まあ、いや、さすがに怖すぎて絶対俺チンポ回ってきたもんで、最悪やもんで結構髪引っ張ったらしいよ、えいや、だって俺隣で聞いてたもん、ジュボジュボあったらしいよ、そう、あ、うわってモンジュリすごかったんだよ結構乱暴じゃない天然くん、うわってずっと言ってたんだよ、いや天然くん乱暴じゃねえ、 10分ぐらい言ってたんだからね、天然くんなんかそういうふうなセックしてんでしょ、え、乱暴なセックしてるでしょ、僕乱暴っすね、やだ興奮するわ ねだってさ天然さんが最後だったのよ、うん、天然さんがその時、うん、モンジュリが、はあ、もう疲れたから無理とかって言って、あの天然さんの、ね、そう天然さんでダウンしたんだよ、あれ天然、え、でも奈々ちゃん結構ド S なの、あのド M なのね、奈々ちゃんド M っすね、でしょ、私、加えたのかと思った、ずっと加えたよ、加えたよ、あ、加え、あいこ、そう、両方だよ、加え、あいこじゃなくて、奈々ちゃんは、なめあいこって言うね、あ、なめあいこ、あ、シックスナインだっけ、シックスナインっすね、な、どうしたのシックスナイン、そう、シックスナインだね、そこからなんだよ、でも、て天然さんが一気に稼ぎ始めたやっぱさ、揚げまんだよね、揚げちゃんね、揚げちんだよ、ナナちゃんね、キチョウさんも加えたんだっけ、キチョウもやりまくり、だからだよ、あ、コマエくんもだ、コマエも、そうだ、そうだ、だからだよ、コマエもそうだよ、コマエくんも、あ、いや、チンチン加えるとブレイクすんのよ、チンチン加えた後に一気にみんな、本当だ、じゃあ中村くんも、やだよ、
ディナーだ。登竜門。ジャニーズ一緒やん、まあ。それなんていうの、エビス様みたいな。ジャニーズやんだよ。エビス様じゃない。配信会のジャニーさんジョリーさんか。ポルポンもやってんじゃん。ポルポンはしゃぶってなんじゃな。チンチンしゃぶればいいのね。なんかね、ポルポンが貫通まではしてないっす。いや、貫通しようとするんだけど、なえるんだって。確かに萎えるわな。だから貫通まではしてないっす。僕の右手はね、藤沢奈々ちゃんの精神まみれだもん。でそれを養分のね、ジーパンにこすれてる。ありまれ。汚ねえな、本当に。やっぱそういうパワー持ってんのかな。え、でもさ、立ったってことじゃん、天然さん。それは、いけるって勃起したの。いや、あの半立ち前行って半立ち前で、半立ち前行った、うん、で、顔見たの。顔は真っ暗で見ないです、ほんまに、顔は。ただ、なんかその感触入れたって分かるでしょ。あ、今これ頭になって、うん、ちょうど頭だったからガッと見たって、うんうん、それであの、あれでしょ、うって言わせたんでしょ、うん、すごい分かったもん。一回途中でこう、ジボジボやったけど、もう一回落としたんですよ、ポロって、うん、で、手で声持っていくのは思うんだけど、うん、なんかこう口からこう、下から上にすくい上げるようにペロッてこう、うん、すごいね、すごいよ。自発的になかなか経験しないことだよ、もう、そんなのは。気持ち悪い、気持ち悪いよ、うん、確かに仕方ないわよ、だってね、ブレイクするためよ。そうよ、体張ってこっち本当よ。で、ブレイクしてもいいじゃん。で、実際ブレイクしてるからね。魂打ったわ、配信魂打った魂打ったよ、お前。いいじゃん、うん、ねえ、なんでやったの。だからその時配信流れやって、売れるためよ。やるしかないって言うしかないよ。いい経験だよね。そう、養分がいきなり企画しだして、裏ライジンとか言い出して、なかなかチンチンなんて壊ないもんだ。養分はやってんの。養分は玉裏コスコスまでやってる。こうやって手こぎかな、手こぎコスコスやってるんだ。あ、そうなんだ。そこまではやる。コロ君もしたよね。だってコロ君はだってしゃべってんじゃん。コロ君セクフレじゃないの。セクフレだよ。だよね、マジで。うん、モンジュレのセクフレだよ、コロ君。あ、そうなの。知らなかった。ワタキン君もやってんのか。みんなしゃぶりまくれ、しゃぶりまくれ。しゃぶりまくれですわ。すごいな。売れるためにみんなすごいね。知らなかった。裏事情。そうだよ、うん。だからなんか一時期ね、問題になったんだよ。あの、だから、ジャニーさんとジョリーさんが、売れるためには、うん、こう、あの、モンジョリに体を許さなきゃいけないっていうので、うん、あの、モンジョリのジョリーさんと。ジャニーさんは強制的じゃないのよ。うん、ジョリーさんは違う、向こうもあれじゃん。了承でしょ、だジョリーさんじゃないの。強制じゃないけど、待ってんすよ、そうそうそう。待ってオーラ出すんですよ。しかも、ね、格言があったのよ。何がモンジョレと絡みたかったら体を差し出せっていう格言があったのよ。誰が言ってくるの、わかんない。あったのよ、でも、うん、だからモンジョレと絡みたかったら、なんか体を捧げろみたいな、うん、そしたら売名させてやるみたいな。すごいよね、ほんと。逆にね、ひとのさんが奈々ちゃんとエッチしようじゃできます。無理。ああ、そうなんや、うん、できない。なんでそれは。女じゃん、女のことじゃん。あー、無理無理、私。なるほどな、できないわ、そんな。え、お構えたわけなんですか。え、お構えたわけなんですか。お構え OK かって、うん、誰するってこと。例えば、パニちゃんとか。パニちゃん、心女でしょ。うん、心男。うん、普通女装か。うん、ダメ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 だ。女性ポーのダメだって。あー、うん、ね、無理だ、マイマイとかでしょ。うん、あ、マイマイだ、うん、完全男じゃない。藤見ちゃんとか違う、友達だね。マナミンね、うん、私ゲイだから違うんだよね。うん、あ、流星さんは。あ、流星くんいけるね。ね、うん、見た目男。そうだね。あきこママとかもいけるってことじゃん。いや、だからね、あの、おねっぽいのふんだんとか。あー、うーん、じゃあ、楽しんごさんも無理か。ダメダメ、楽しんごダメ、おねっぽいから。うーん、ねえ、あきこママもおねっぽい。あきこママ、うん、おねっぽくない。あ
でも言動が、喋りがさ、なんかおねんっぽいけど、うん、普通にしたら女の子だよ、めちゃくちゃ女性だよね、うん、ウキウキだね。えウキだね、うん、そうなの。ちょ中性的に無理だね。あ中性持ってないね、この世界では。ゲイの世界ではね、アムチンとか無理だね、中性って。女性が好きじゃん、可愛いっていう、アムチンとかね。でもね、ナナちゃんは中性的な人あ、いける。逆に中性的な人がタイプだね、ナナちゃん。ほんじゃあとね、痩せてる男が好きなの。あー、キャシャのやつでしょ。養分とかね。養分とか入れ墨入るんですよもんね、うん、デブ嫌いなんだよ。そう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 、うん、あ、ペリパークいいね、かっこいいね、ペリパーク。うん、ちょっと典型な感じだね。うん、3番目ヒカルちゃんモテるよ、多分芸の世界。あ、モテる。ヒカルモテるな、うん、マッチョね。マッチョすごかったね、うん、今日モテるモテる。今日海配信やっててもうバッキバキだった。そーバッキバキだったよ。やだー、海行きたいわ一緒に。6個は…マジで。あら押し倒したら海にね。ねえ、ほんとモテそう、ヒカルさんモテそう。海だからしゃぶりたいんだ。海中だ、わかんないじゃん。外中でね、そうそう。あ、香川さんとか持ってそうじゃん。香川さんもいいね。ね、香川さんかっこいいわ。香川さん痩せたらもうイケメンだなってなるもん。香川さんいいよ。だって天然くん持ってる一番。いや僕。あ、天然さん。いや持ってないですけど。田野慎吾さんだね。好きでしょ。結構ね。かっこいいって言った。全然いけるってね。中村行くわ。芸能界へ。ゲイの世界で。行けるか。そこも何、公園行くの。行けるか。行ったらいいけどね、公園ね。ちょっと見に行こう、じゃあ。ほんと最後2時30分行ってみる、チャレンジする。チャレンジから進展配信みたいで。二人で行ってくるじゃん、うん、また中間あるかな。進展する。 99% だから一応。これ持ってって。またそっち入ってく、俺ら。どっかいないかな、誰かね。カシー君いないかね。いや、絶対ない。びっくりするわ。え、カシー君いたら面白いけどね。これ待って、じゃあ Wi-Fi もう一回消しますね。ちこ何しんの、深夜3時に俺。なんでだっていいじゃん。次回ラジオするわ。絶対電波悪くなるもんな。何いたの、ずっとそこにいるの。電波やろ。ここ電波やばい。やばいやろ。うん。俺の T シャツ見えるよ。パッと見えんな。いいじゃん、もうこのままくさ、変えてほしいとかも。冷めるからやめて。じゃあ電波 OK、 電波 OK、 丸、じゃあ行こうか。トラックとか怪しくない。もうトラックあんねんけど普通に。あり得る、トラックこんなとこ置く。トラックなんて、もうトラックはこれ箱の中でやってない。バコ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 やってんじゃないの。止まってるわ車。止まってるでしょ。おかしくないだって。止まってるわ。1台しか止まってない。1台しか止まってないよ。1台トラック。いや、え、2台止まってるよ。あれひーちゃんのやつだもん。あ、そかそか。あれひーちゃんか。ひーちゃんと天然さんのやつだもん。トラックに人いないんだけど。無人。うん、無人。だっていくらとかしたらどこ、ここめっちゃ広いよだってこの。中村、あれ見きて、中中エンジンついてへんもんな。無人、無人、無人なんや。ベンチ行ってみる。ベンチ、ベンチはちょっと中映されんからね、うん、
あそこあベンジあんねよ。どこでやってるか分かんなくね。これちょっとなんか突っ込まれんからベンジは。ここのちょここら辺の蛇口は、うん、誰かがアナルがせんアナルで拭いたってことでしょ。これどうやって行くんこれ。分かんねえわ。見えへんじゃない。どうやって行くんこれ。あそこじゃない？前の道。ほら。サングラスしてるから見えないんじゃない？え、道ある？ここ。あ、これだ。どうしよう、あんあん聞こえたら、ジボジボーン聞こえたら、くっせやばいぞ、ジボジボーン。うぅ、うぅだって聞こえてくるんじゃん。うぅ、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 混ざる？まあ、今のところ異常なしね。異常なし。人がいないよね。うん、人いる？歩いてるだって。でもね、こういうルワオ、うん、ああいうところにね、いたんだよ。ベンチに？ベンチというか、木の木陰とかに隠れてるんだよね。これぐらいだとさ、いてそうやけどな。うん、そんなめちゃくちゃ暑くもなくね、涼しいね。うん、ベンチ行くかな、ほらこっち行く、こっち。公園の公衆便所怖いぞこれ。じゃあ、あ、これで、で、OK、この音する開いてるじゃん。ちょ、これ以上行ったらもうバンになるからね、やめるわ。おる。おらん。おらん。そっち女子だから。女子か。関係ないもんなもん。女子も減ってくれも。確かに。あ、確かにスマホの明かり嫌がるもんな。暗いとこが好きなんだよね。茂みとか、うん、こんな茂みで、こんな茂みで、いやマジでこの裏とかに隠れてるのよ、うん、すやん、ほんとゲイの人たち、この裏とかで絶対分からへんもんな、こういうところで、ね、うん、こういうめっちゃここの暗いところでこうやってた道で、ね、これ分からんわ、こうスーッて出てくるの、こうやって、うん、マジ経験してね、見てるからね、俺影から出てくる。なんかね、最初、うん、そのガチでやりに来てる人が来て、うん、でまずその人たちが追っ始めるのよ、うん、そうするとこういう茂みの影からこうやって人がね、うん、わわわわわって湧いてきて、うん、見学するのよ、でその見学者同士でやるんだよ、うん、あ、これさ、おカバンの掲示板なんか知ってるわ、聞いてるわ、うん、なんかあんねん、ね、どこそこの公園で何時に行きますみたいな書いてるな、そういうのなんかムーブしてるか、物音物音したけど、ズサって線がだ、あそこは、あれはあそこで、その掲示板、いや忘れたわ、なんかそういうお釜の掲示板があって、発展場ので、どこそこの公園で何時何分にあの便所前に立ってますみたいな、爆災やったっけ、ここの公園書いてる、なんかそういう情報、何公園これ、これわかんない、何公園、ここなんて公園、虫もいっぱいいるけどね、いるのか、
爆祭のアプリある一か所足花あろ過公園っていうのこころ過公園調べてくれへん誰かリスナーさん自然観察資料館ろ過公園ってうわ誰俺これ俺虫なあそこめっちゃ止まってないほらどこほらほら虫あれ虫めっちゃ止まってるどこあそこの木でかい木見てなんかセミブンブンしてんけど、うん、セミえなんか虫カブトムシすごいセミが樹液に溜まってるあセミやんけ行こう行こうセミやんけセミうちどうしたどうした今砂利言ってた砂利がもうめっちゃ怖かった俺セミ踏んだもの普通にやったと思ったセミやったもんだやっぱ怖えこういうところが怪しいんだよ、うん、ちょ暗くて明るいみたいなでベンチがあるゼロワンいらへんけど心理なんか来た俺どこ？セミ待てセミがいるちょっときついどこにセミおるセミがいるセミがそこ占領してるセミがうわっセミがあっち占領してるセミやんけダメこれはあかんわセミ怖い、うん、セミ NG でセミ NG でも人本当はねこういうところに座ってるのよ、うん、ゲイの人たちがあこういうベンチにこういうベンチに座ってるのこれこういうところに座ってるのよおらんけどな人いるえ嘘ほら見てよな人いるあジャンキーのとこあほんまやえこれそれ公園敷公園敷地ないあれ、うん、この自販機意味わかんなくないここら辺にえ敷地外ちゃうのかあれ敷地外なのかなチャリンコやろマッチパクりすぎてるよね。ワープ車。いないな。いないね。爆祭系島にカメラ持ってうろうろして二人組がいるってコメントあるよ嘘だろお前俺らやんけそれお前やめろや変なこと書くの俺らやんけお前なよな確認してくるずっとしないけどね次俺行ったけどわ
虫かよ。虫ね。普通にトイレ行ってんだけど普通にトイレ行ってんだけどねえ、あれ天然さんいる？トイレ？あ、普通におしっこしてたのね。怖い。骨酔いってな。絶対無理やもう。怖かったよ。うん、あ、あの自販機やん。そこにさっき人いたよね。おっとっとっと、待て。あの自販機。これ公園敷地内やん。もう終わったね、でも。あ、でもこっち行ったもんな。うん。こっちに。この自販機でジュース買って、うん、え、ちょっと待って、チャリンコ倒れてる。チャリン。中村。何？チャリン。チャリン？なんで？立て直す？倒れてるけど。さっきの人？ちゃう？うん。どうする？どうすか？ちゃんと直したい。そう。誰のこれ？誰？家臣の。家臣のやつ？なんで？わかんない。鍵はかかってるこれ。鍵はかかってないっす。鍵ないっすね、そもそも。ついてないっす。盗難車両これ。盗難車両の可能性あるんじゃない？盗難車、うん。鍵ないもん。ない。ここで銃使って、いかはって。うん、ジュースを。あ、これ先。特に異常ないな。え？おい、中村。うん、ガチャガチャ。聞こえた？今。もうやばい。こうやってやんの今。聞こえた？聞こえたよね今。うえーっつって。聞こえたな。やばくない？いや、人のさんおるやろ。そんなせんよ、いちいち。いやよ、深夜の公園、マジで。怖いよね。なんていう公園？ろか公園です。ろか公園。うん。これ聞こえたやろ、マジで。聞こえたよね。自分感ちゃうやろ、お前。異常なし。異常なしだね。
声は聞こえたけど。手前さ、これ前どういうこと、事件なんじゃこれ。ちょっと待って絶対バイト、これ逃げる、今聞こえたろ普通に。どこだ、ひどんさん、おたきみあげるか、あげへんやろ絶対に。もう絶対、もうクソ怖いけん、もう震えるわこっち。掲示板に書き込まった、なんて掲示板なんて、ろ過公園、世田谷区ろ過公園掲示板ある、書き込み。じゃあ俺たちじゃなくて、そういう待ち合わせの情報。誰があちゃこんげんお前、かけせよお前。切られてないのか、もう手つけられてる、はあ、心臓がバクバクする。こっちだよね。え、中村、あれ警察ちゃん、あれ。え、警察、警察、警察はここら辺回ってるんです。すごく、え、さっきの声じゃちゃう、ほら警察じゃん、あれ。うん、あのサングラス反射して分かる、分からんか、ほら違うな、警察と。ほら誰だったのか、やるかガチやろ、だからガチやっつってね、やばい、やばい局面で詳しいんだこれ絶対。トマト、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 止まってる、ほら、ガチやっても、これ事件の前、事件なのこれ。うん、警察止まってるじゃん、ほら、言ってたから、まだピカピカ、あれ、サイレンちゃうの。あ、後ろに人いる、うそや、後ろに人いる、ガチ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 、マジ人いたわ、後ろからこっち来てた今、後ろ嘘つけ、ここに。ほんまに言ってるお前、もう言ってたに、ほら、あ、やべやべ、おまわりさん、誰？ガチガチ言ってる？遅きよ、しかも後ろから来てたよ。ひどんさんせえへんやろ。リスナーと別れ。ちゃんかよ、ちゃんかよ、どのさん、うつやろ、
パンツか使われ糸奈さん、ヒーちゃんかよ、ほんまに、あーんって言ってる、どこにおる、仮面しよ、マジよ、死んだもんだわ、マジで警察おるしさ、うん、不審者情報出てんのかなと思った今、信じるやん、俺もほんまにおる、え、おいるやん山ちゃんセットやばい、めちゃくちゃセットは心臓止まったもん、お前ちょ、ええかげんお前らもう意外しろや、意外しろや、マジで警察取ったからさ、警察取ったからびっくりした、マジで俺なんで、え、いたん、警察、ええよ、いた、めちゃくちゃやばいぞ、なんか臭い、汗臭いよ、出るべえな、ダッシュしたんだから落ちをつけてあげたのよ、どうですか成果は、いやあのね、警察取ったから、サイサイで待ったから、ガガチで事件もで、俺、ヤバみたいな。やばい。後ろから人来てるしさ。びっくりした？めっちゃ焦った。めっちゃ焦った。じゃあ、まえちゃん、ほら、もうそろそろね、もうほら、お片付けしてね。大成功です。終わるからさ。じゃあ、ね、みんなありがとうございました、今日は。荷物取りに。私ここで帰るね、帰る、あ、ひどなさん、ありがとう、で今日ありがとうございました、じゃあね、お疲れ様でした、またね、ひどなさん、ね、お疲れ様です、じゃあね、天然会、ありがとうございました、よっしゃ、またね、はい、お疲れ様でした、またじゃあね、おやすみ、おやすみ、ひどなさん、あ、ったマジでガチでガチ、警察取ってんだよ、警察会でさ、警察中、サイアップ、あ、ちょっとたまたま警察とあったから、不審者が現れたんだよね、うん、え、マジ、いや、マジだった、マジだった、これは死ぬ、死ぬ、不審者で、ちょっと待って、壊れてる、あれ、なんだこれ、ゲイいました、いない、おらんよ、人いない、でもなんかひどなさんが掲示板この男の人を今から六花公園で会いますかみたいな、マジ書かれてたらしいけど、まさか来てる方がいいの、心臓悪いわ、あの公園、うん、あの、いや、ペットボトル持って帰ってん、うん、あるから、うん、玄関のある、それか麦茶、冷たいの麦茶だったら、マジでやばかった、あるよ、いや、あれ信じるやんな、普通に、あの局面は、え、あの男、あのひどなさんの声分かんなかった、じゃ分からんよ、うん、なんか吐いてるのかな、人みたいなね、うえ、ん、これもう完全に巻き込まれたもんだもん事件に、うん、たまたまね、怖かった、そう、怖かった大成功や、俺は死ぬかと思ったもんね、ねダッシュリーダーは中村は後ろがひときときてるよ、ブルルルーって言った俺、だからワンってやろうと思ったの、うん、木の後ろに隠れてたの私、あ、そうなの、そうなの、 そしたら走って逃げちゃったから、そう逃げるやんな、もう逃げるでしょ、そうなんだわ、あ、ゼロワン帰りましたよ、もうお開きですよ、もうこんな時間まで、ありがとうございました、麦茶いる、まだ、おい、いや、大丈夫ですか、うん、十分です、疲れました、あ、T
シャツ。T シャツ。これもうね。必要。T シャツ必要。そう、もうないんだよ、もう。それ、この2つしか。最高の誕生日会でしたね。いや、もうないからね。もうみんなにあげちゃってさ。いや、もうね、持ってんの。あ、中村くん。何？中村くんは持って帰っていいや。あ、いいの？うん。天然さんも持ってる。せいさんも持ってる。ごめんね、その来たままので、もうなくってさ。いいカメラ来る？あ、な、待って。はい、大丈夫。熱い。遅い時間まで。なんで？うん。気をつけてね。うん。ほら、みんなお見送りしてほら。お見送り、お見送り。そうだね。良いお年を。良いお年を。いや、もう今年会わないみたいな。やめてください。じゃあ、お疲れ様でした。おやすみ。おやすみなさい。じゃあねー。お疲れ様でした。もう今日は終わり。もう解散解散、みんな解散、終わりです。楽しかった。いや、みんな盛り上げてくれてね、みんなが盛り上げてくれてさ、よいしょ。本当だね。いや、今日こんなに大物ゲスト来ると思わなかったからびっくりした。みんな解散の前に右下のアイスお願いします。あ、Rさんもありがとう、ありがとうございます。わあ、951ナイスも、こんなね、ちょっとみんなに、もうみんなにお返ししないと。ちゃんと私、恩義は忘れない女だから、いや、良き1年をね、私、恩義は忘れないから、ちゃんと、いや、来ないかなって思った。ゼロワンも来ないかなって、おもてなし、ちょっとね、掃除しないといけない。ちょっとね、部屋を掃除しないと、いろいろやんないと、もうごちゃごちゃで。てか刺身余っちゃったな。誠司さんも来ると思わなかったし、あんな一瞬で帰っちゃって、ケーキもありますよ。ひどんなさんがくれたね、やつまだ残ってる。
あのみんな楽しかったんじゃない、前のリスナーさん、ゼロワン好きな人が多いから、ね、ゼロワン眉久々に見せられてよかったです。うん、ケーキ見たかった、あるよ。せいじさんね、30分も食べるのもったいない、切るのももったいないし、明日ちょっとあの、あ、まあ、今日イベント最終日か、箱がね、なんとですね、箱に入れたらさ、あの空気が入んなくってさ、あの生ぬるくなっちゃうんじゃない、うん、天然さんのケーキも食べちゃった、みんな食べてくれて、うん、アーカイブ残しとく、うん、本当に楽しかった、君が塾ありがとう、アルちゃんもありがとう、うん、あのほら箱に密封してるとさ、なんかこう冷たい風が入んなくないって、ダメじゃない、分かった、じゃあ入れとくか、今分かった、ちょ入れてきます、じゃあ、いや私ほらケーキと関わることがないからさ、わかんないわけ。食べれたらね、いやもう全部嬉しかった本当に。じゃあみんなに最後ね、ちょっと誕生日もらったプレゼント紹介 したいと思います。ですね、これ誰の？あ、これ私のか。カシンくんからはタバコのカートンで、ひどなさんからケーキとシャンパンとイブサンローランの香水、なんかすごいエロい匂いがするやつ、これをいただきました。あと中村くんから、そう中村くんからはあのレアカード、ポケカのレアカードをもらいました、うん、これありがとう中村くん。あとせいじさんからあのお金、誕生日祝いにちょっとノリがつお金をもらいました。
ケーキのファンタ10個とあの3万円もらいました。誠司さんからで、天然さんからね、ティファールのあのセット、あのちょっと待って、あのなセット6セットもらいました。こんなフライパンまでもう捨てちゃおっかな、うちの古いから。こんなにありがとうございます。これ重なるし、あのかさばらないし、これを使おうかな。とっても外せるやつだ。しかもあそのまま冷蔵庫とか、これでありがとうございます。でなんとですね、炊飯器と圧力鍋どっちも使える、ちょっと口ちゃん、ティファールの、クックフォーミーいただきました。私圧力鍋持ってなかったから欲しかったんですよ。圧力鍋時短になるからさ、煮込みとか。そう、炊飯器あるけど圧力鍋としてこれ使おうかな。うん、ありがとうございます。あの料理企画のこれも天然さんから、このセットこれありがとうございます。こんな豪華なやつ。そうで、あとですね、これゼロワンさんから、なんとですね、ゼロワンさんから響き飲みました。あ、もらいました。これはなんかあの高級なやつらしい。これは年月を置けば置くほどあの価値が上がっていくんだって。開けちゃったらダメか。そう、プレミアになるから持ってれば持ってるほどいいらしい。福ちゃんやったねこれ、うん、ありがとうございます。ゼロワンね、来てくれてナイスも応援してくれて、いや本当ありがとう。火薬さんからもあります。なんと火薬さんから2000円いただきました。マリアさんケーキもくれて2000円くれました。機長さんもだよ、機長さんもとかいろんな配信者の人からねもらった。今日のしのぎ、うん、総勢何人来た？5倍、そっちゃん5倍ありがとう、ありがとうございます、ありがとうございます、はじめまして初見さんの方もありがとうございます、うん、ポケカ開封してない。イベントもね1位で、まあ、今日はねイベント最終日だから、今日の企画はイベント企画ですよ。あ、でなんとですね、機長さんからプレゼントもねありました。機長さんから
ご出産おめでとうございます。アイシャドウのイブサンローランのアイシャドウ、こんなおしゃれなやつ。あとですね、次の男芸人使ってください。アクアリウムチケット水族館ということなので、水族館一緒に行く人募集してます。ご出産ちょっとよく分かんないけど募集してます。あの一緒に配信してくれて水族館一緒に行ってくれる人、よかったら DM ください。よかったら DM ください。あの配信映れる人、あの機長さんが次の男芸人って言ってくれない。まゆちゃん、あ、マジマジわマジか、わありがとう。ほんとゼロワン、しかも何が嬉しかったかって、ご飯を美味しく いっぱい食べてくれたこと、もうそれも嬉しかったしね、うん、ありがとう。私はあの恩義は返す女だから。そう、ゼロマネ面白かった、うん、誠司さんも本当そう、全然忘れてないよ私、あの忘れないよ、キュンキュンしたどこの流れでそう思った。まあなんか昔ながらの芸できたんじゃない、あの懐かしいねゼロマユができたかな、うん、よかったです、うん、あよかったよかった。みんなあのゼロワンね、また見たいって言ってくれてたから、もうこうなれてよかったわね。えみんな無料アイテムと右下ナイスボタンお願いします。うん、いやゼロワンもね、レアだよ今回。あいっぱいありがとう無料アイテム、うん、ありがとうございます。うん、寝落ちしちゃったからヒドナさんのゼロは見たかった、まあ、すごいレアなショットだったんじゃない、全部レアだったんじゃない今日は。誠司さんも今日初めて来たし、アーカイブ見る、残してほしい、うんうん、あじゃあ残しとくね。じゃあ、まあ、YouTube にも載ると思うけど残しとくね。じゃあ、うん、ありがとう。予想以上でした、うんうん、いや私ね、誠司さん天然さん、誠司さん天然さん中村くん、ゼロワンさんとひどんなさん、絶対にあのこの5人の誕生日会は絶対行かないと。あと機長さんもねありがとうございました。あ、カシンくんか、カシンくんいつだっけ誕生日。あと私思うんだけど、なんかこう、まあ、せっかく来てくれたじゃん、でせっかく来てくれてさ、なんか、まあ、みんなそんな帰れ帰れってさ言うのは、まあ、かわいそうで、私は嬉しかったよ、あの土壇場で来てくれたけどね、カートを持ってきてくれて、うん、そんな意地悪言わないであげて、うん、そう、まあ、でも私もだからもうあまりにもさ、なんか私が家臣軍かばうと
あ、眉が呼んだんだとか眉最低とか流れて、なんかこの流れって良くないよね。ふわっち特有のこのいじめっていうかさ、うん、で私もなんかそれでじゃあカシン君そろそろいいって言った自分にもなんかこう罪悪感っていうかね、うん、そうなんだよ、うん、なんかまたかばったらかばった人が叩かれてっていうこの流れね、うん、そう、いやすごかったよ、なんかナイスみんなで取り消そうよみたいなさ、2,300減ったからね、だからみんなが勝手に団結してさ、なんかそれもなんかいじめじゃん、うん、ね、うん、で私はあのほら別に家臣くんとそんな絡んでるわけじゃないよ、全く絡んでないけどさ、まあ、別に喧嘩してるわけじゃないけど誕生日来てくれてさ嬉しかったしね、うん、久しぶりに来てみた、ありがとう、もうみんながそんなこと言ってるカシンくんもゴールドだからね、ランクカシンくんゴールドだから、カシンくんのこと好きなリスナーさんもいるんだよ、この何人もゴールドだよ、そうだよ、ちなみに私結構前にマネージャー終わった後に、まあ、カシンくんがゴールドになったらコラボしよっか、コラボするねってみんなに宣言したけど、その日が来ることは絶対ないからってみんな言ってたけど、なったからね、そうだよ、眉的には誰がいいの、誰がいいっていうのはどういうこと、うん、そう、さとみさん誘ってないよ、だって今回あのいろいろ人を集めてくれたりやってくれた中村くん、私が読んだの01だっけ、01だけね、まあ、それは01はあの私のこと読んだじゃん誕生日会に、だから私も、まあ、01って人気だし呼んだら盛り上がるって分かってたから、まあ、いいかなって思って、そう中村くんが幹事、そう私呼んだのは01だけ、今回ね中村くんが今回のこの配信を作ってくれたんだよ、本当にありがとう、うん、そうだよ中村くん優しいよ、そうだよ、うん、今回ね本当に楽しかったですよ、イエーイ、森も来てほしかった、まあ、よっさんはちょっと急すぎたかな、よっさんは、そう今日私昼間から動いてたからね、スーパー行ったりとか、ちょっとさすがに疲れちゃったかな、ありがとうございました、うん、でこねパニちゃん、さとみさんも機長さんもみんな応援し、あのおめでとう、あっルビさんも、ルビさんもだ、ハマグリなの、そう出汁から取って、なんとですね、あの売り切れました、みんな全部食べてくれたハマグリラーメン大反響でした、いや私ねラーメンには自信があるんだって、せいじさんが西成って言ったから、えそうかなって自信があるんだ私スープ、すみはめちゃんもコメントしてたの、いやもう気づかなかった、
あのコメント流れすぎちゃって気づかなかったです。ありがとうございます。だしはこれ昆布と煮干しとハマグリをずっと煮込んだやつ。いやー今日は順風満帆。今日5000人いった。今日最高閲覧5000人いったの。すごいな。誠司さんとゼロワンさんパワーだね。誠司さんとゼロワンさんパワーね。私の枠だったってだけで。うん、あのね、誠司さんはあの味舌がなんか鋭いんだよ。4000人、まあ、うん、私水着レアだったからね。だって3年間配信しててちゃんとした水着着たの初めてだったから、初めてだよ。まあレアだよ。もう見ることないかもしんない、もしかしたら。うん、私あんまりこう谷間とか見したくないタイプだもん。それはね。そう、じゃあみんなあと2分で終わるんでね、右下のやつ最後にね、今日楽しかったって人はねお願いします。でアーカイブはこれね2日後じゃないとね載せれないんだよ。2日後じゃないと。うん、あ、ネギ嫌いなんだ。うーん、全部食べてたよ、平らげてたよ。明日の予定はなんとイベント最終日企画です。ありがとう配信です。明日の企画、あ、センナイス来たー。明日ありがとう配信企画ですね、うん、そうです、よろしくお願いします。センナイスありがとう。あのイベント最終日はあのかそるんで、ありがとう配信ってナイス、あり本当に助かります。ありがとう、無料アイテムもありがとうね。またゼロワンさんいつかあのゼロマユカムバックコラボよろしくお願いします。すごいあの大反響だったんで、よかったらカムバックコラボよろしくお願いします。またいつか。みんなありがとうございました。ちなみに誠司さんと絡むの次28日かな、誠司さん、うん、まあ今月ね。あ、おつまゆラッキーで、くーちゃんラッキーでナイス、楽しかったよ。つっちゃんもありがとう。つっちゃんもありがとうございます。で今月はねまだまだ頑張るんでね、7月はちょっと頑張ろうって決めてたから。ありがとうございました、楽しかったです。あー、まこと、まことグレート、最後にありがとう。まことナイス、まことありがとう、まことありがとうね、ありがとう。今月の大阪も行くし、太郎くんの花火大会も行くし、なんかいろいろ考えてくね、他にも。お疲れ。